よし。よし、やるか。今フーコおったな。ちょっと待って。あ、雑談枠あれ切れてない俺。ちょっと待って。なんか今2個枠が始動してる。どうなってんだ。あれ雑談枠って終わってるよね、ちゃんと。大丈夫かな。終わってるよね、大丈夫よね。はいはいはい、はい、オッケー、じゃあやるか。切れてる。あ、オッケー、よっしゃ、オッケー。ちょっとお手紙も届いておりますが、うん、さて、風子ちゃんどこにおった、今。おう、よ、頑張ってんじゃん。どうした、疲れたか。フルコンコンだ。今日は何をして遊ぼうか、やりたいことがいっぱいあるからなかなか決められなくて、なんか疲れてんかと思った、ね、あー、バグってたまにリマインダー設定が2つされる。うん、なんかあんねんな。ふーこちゃん、ふーこちゃんに会いたいぜ。なんかさ、俺さ、はしごがないねん。てかなんかいろいろちょっとなくなってんねよな。島源泉、住民源泉、あ、そう、あの状況を説明しますと、我が島からパッチくんが卒業していきました。うん、まあ、ちょっと我が島にまあ自ら出ていくと言い出したので、うん、まあちょっと去る者は拒まずで、パッチくんめちゃくちゃ可愛かったんですけど、まあ、拒まずちょっと出て行ってもらうということになりました。はいはい、いいですね。うん、で、まあまあまあしゃあないと。はい、かぶりで収納してパッチがいなくなります。ただ、まあ、もう一つあって、我が島、あのぼんやり系が3人もいたんですよ。保つ、あ、なんかめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。ありがとうございます。うん、タモツくん、レムくん、そしてパッチくんっていうのもあったので、なんかこれバレンタインか。 ありがとうございます皆さん。うん、ありがとうありがとう。そうなのね、っていうのもあったので、まあちょうど、まあ、無事1号のお迎え成功したので、余った旅行券を送らせて、ありがとうございます。なんかみんな旅行券くれてるっぽいな、ありがとうございます。うん、小早川亀吉さん、ありがとうございます。どうもどうも。タモツは本割系なのよ。あの顔で本割系なのがいいのよ。なあ、みぞれ。ヘビロテしたくなっちゃうよ。呼んでみよう。お、久々に覚えてないレシピは普通に。ありがてえ。ねえ。うん。そうなのよね。2回目のこんばんは。旅行券めっちゃくれてる。ありがとうございます。よ。でね。あ、金鉱石なんだと。ありがとうございます。どうもどうも。いや、あのね、うちの住民の性格を改めて見直したんですよ。じゃあ、ヤサオが、キザ、もう全部ピッて書いちゃうか。ピンと、まあうちの住民、こんな感じなんですよね。うん、アマさん、ありがとうございます。ミセスチムさんもありがとうございます。改めまして、どうもどうも。こんな感じなのよ。ヤサオが、キザ、ゴンゾーさんで怖い、で、女の子は全員いるんですよね。アグネスで姉貴で、キャビアが普通で、ブーケが元気、アップルも元気と。うん、で、タモツとエムがぼんやり系で、ハキハキ系がいないのよ。ハキハキ系。なので、一番、普通とは、まあ普通なのよね。一番、性格のように普通って書いてあるね。なので、
今回一番狙うのは、で、猫をご所望なので、やはり娘が。やはり、チャス。うん。で、イチゴ。うん。で、一応、まあ、アセクサもそうなんよね。猫で言うと。アセクサ。ただ、アセクサはちょっとね、名前がね、アセクサかよっていうところがあって、名前アセクサかよっていうところがあって、うん、その名前どうなんみたいなとこもあって、いや、アセクサっていう猫おんねんよ。うん。アセクサっていう猫。猫がいるのよ。うん。なので、ちょっと、アレクサみたいやけどね。うん。アセクサっていうね。で、あとは、見た目で、ジャックとラムネは、娘が結構気にしてたので、うん、まぁ、ちょっとアセクサは、やめようかな。じゃあどうしようかな。アセクサはちょっと出てきてから悩もう。うん。見た目は可愛かったんけどな。名前ええんか、アセクサでっていう。うん。なので、今日の狙いは、ちょっと左上にちっちゃく出しときますが、やっぱチャス1号が、チャスか1号が、ポイント。で、見た目はやっぱね、ジャック好きだし、うちの娘も。うん、なのでジャック。で、ラムネ。ジャックラムネが見た目だけで言うとすげえ好きだし、だからラムネちゃんも普通なのよね。というわけで、まあ、そんなとこかな。ジャックは人気なんやけど、まあ人気ならいいってことじゃないからね。やっぱね、好きなキャラクターがいいからね。うん、とはいえ、ジャックどうせあったら、ニコ版はダメやねん。ニコ版怖いやねん。ニコ版怖いで、怖いは、たくさんいらないと。怖いは嫌やなーって言ってた。ガロイさん、ありがとうございます。どうもどうも。あ、ポスター詐欺のサッチね。あと、猫機関、ありがとうございます、KK さん。どうもどうも。でね、怖いはね、怖いねよな、ニコ版は。うん。で、ジンペイはなんかね、ちょっと好みじゃなかったっぽい。見た目が。ちょっとまあ、ジンペイも可愛いねんけど、若干特殊な見た目はしてるやん、ジンペイって。ちょっとなんかね、好みと少し外れちゃったみたいですね、ジンペイは。あ、ニコ版ぼんやりか。あ、ニコ版ぼんやりか。あー、なるほど。なんか俺間違えてたわ。ソーリーソーリー。あ、そう、ミカッチとミカン。ミカッチとミカンが、辞典やねんな。うん。ミカッチとビンタもありかなって感じはあってんけど、ちょっとね、ありがとうございます。どうもどうも。うん。キャビアはいる。なんで、ちょっと迷うね。どこまで許容するか。でもやっぱり、なんかいない性格っていうのも含めると、チャスカ1号なのよ。結局は。結局はね、やっぱチャスカ1号が来てほしいのよ。ねえ。うん。ね、で、やっぱね、チャスなのよ。うん、やっぱね、やっぱチャスなのよ。ね。結局はチャスに会いたいのよ。うん。まあ、飛び出せの方におるんやけどね。おるんやけど、なんかチャスのね、チャスはね、なんかうちの嫁はんも好きなのよね、チャス、うん。なので、ちょっとね、チャスはね、家族総出で好きなので、チャス推しが激しいのよ、我が家は。うん、ね。というわけで、うん、チャス1号ジャック狙いで83連しました。あ、そう、そんな感じになりそう、今回は。で、チャス1号ジャック狙いでいくかな。で、ラムネ、あ、でもラムネもね、好きなのよね、俺が。ラムネも出たら考えるが、ちょっと狙いはでもある程度絞りたいので、アセクサも抜くわ。狙いはこの4匹、4人。チャス1号ジャックラムネ。うん。なんか、この子でもいいでしょ、この子でもいいでしょを増やすと、やっぱ、ちょっと当たった時の嬉しさが減るじゃん。うん。いや、みんな可愛いねんけどね。みんな可愛いねんけどね。みんなめっちゃ可愛いねんけど、やっぱ、まあ、この子も可愛いからいいじゃんを増やすと、やっぱね、うん。やっぱね、ちょっとね、
当たった時のね嬉しさがね減っちゃうじゃないですか。なので、うん、うん、ね、これでいきましょう。はい、この4人で、この4人に来てほしいという思いを込めて、高飛び棒とはしごと、アウトドアなスコップがあればいいよな。ちょっとジョウロももう閉まっちゃおう。で、まあ釣り竿と一応まあ網かな、網も作っとくか。うん、網もいるか。うん、なんかね、あのタランチュラ島とか来るかもしれないしな。俺金鉱石何気に30個も集まってる。なんか結構みんなくれたんやな、ありがとうね、うん、自分で集めた分もあるけどね。で金鉱石掘りはしたいので、で、マイル旅行券がこんなにあるんですよ。とりあえず、10枚持っていきます。うん。700万人登録ありがとう。700万人登録。日本トップ YouTuber や。うん。うん。うん。OK? んで、網は作っとくか。消防網。あ、そっか、サソリなんや。あ、フーコな。あ、でもちょっとフーコも探したいんやけど。あ、でもフーコだけちょっと会いたいな。うん。虹色の盾もらえそう。あ、でも1000万人でなんかあるんやんね。ダイヤモンドの盾って1000万。海外の YouTuber がもらってたよね。ダイヤモンドの盾。ありがとうございます。うん。海外の YouTuber さん、1000万人登録してる人らがもらってたから。え?いや、1億人やったっけ?なんか忘れた?世界トップ YouTuber は1億人やったっけ?なんか忘れたな。うん。なんかもらってたよね。あ、ちょっと待って。待って。どうやって祈るんやっけ?あれ?あ、こうか。1億か。ピューディーパイさんね。全クリしました。全クリしました。このゲーム全クリってなんや。星3つか。星3つを全クリって言ってるなら、まあ、まあ全クリではある。このゲーム全クリってなんや。なんやろ全クリって。このゲーム終わらない系ゲームやぞ。全クリってなんだよ。一応グルービーなんや。日本一番は社長さんですね。そうですね。よいしょ。星5、いや、星5は全然ね。いや、このゲーム全クリないよ。どこ行った?全コンプで星5か。まあまあ、1個のクリアではあるかもしれんけど。でも一つのクリアですよ、それはね。言うて、ここどこだマジで。それは言うて一つのゴールです。このゲームに全クリなどないよ。フーコどこだ。フーコのレシピあんまり持ってないから、何もらっても結構当たりやと思うねんな。カフェにおるん。ちょっとだけ来てんじゃん。あら、入られへんねんけど。HH プールのせいで。ちょっと当てるか。ちょっと待って。こういうことしてるから、こういうことしてるからガチャが始まらないのよ、ほんまに。でもちょっと買いたい、さすがに。はいはい、どうも。あ、これ毒本物ちゃん。なんか宇宙人みたいな耳がついてない、これ本物やな。これどうやろう、これなんやっけ。これ見たことあんねんけど全然分かれへんな。なんか合ってる気するけどな。変なとこないけどな。まあ土偶カットかも。土偶が確実に本物なので、もう今日はちょっとこれをゆっくり見るあれではないので、
日ではないので、はい、買います。イニシエの道具本物なので買うわ。やっぱ本物やんね、ダミー。あ、ダミンチあれ本物やんね。ね、うん、あれも本物やんね。なんかこの辺も別に偽物に見えへんねんけど、うん、まあ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 いいじゃろ。うん、メルカトル図法。うん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 、まあ、これはまあ一応もっと買っとくか。果物の偽物なんや。うーん、うんうん、これ偽物なんや。へえ、なるほどな。あの絵そんなまじまじと見たことないから、ちょっといまいちどこが偽物なんか分からへんけど、まあ偽物なんやな。どうもどうも。でも偽物も偽物でさ、なんか家飾っとくの楽しかったりするよね、これね。うん。ね。そうそう、全部本物の日もあるんよね、今回ね。結構。だから全部偽物の日もあるんやん、ね。逆にね。そうそう。ね。アカネミ君、いや、1日1個しか買えないぜ、あれ。あれ、複数買えんの今回って。あれ美術品1日1個までなかったっけ、確か。だよね。そうそう、なんで土偶を買っちゃったので、うん。ゆうたろう来てる、もういい。ゆうたろうはもうええ、配信の後にやるわ。なんでイベント渋滞してんねこんな日に。もういや、もう置いとこ、後でやる、後でやる。いや、俺はもう目的をやる。もうフーコもいいわ、後で探す。どっか行っちゃったらもう諦める。もうちょ、もう行くぞ、俺は行くぞ。うん、行こう。もうこのゲームほんまね、いろんなことやってると目的達成できなくなるゲーやからね。フーコにも会えなかったけどね、出発できなくなるのよ。なのでもう行くぞ、うん。旅行券も一旦5枚持ってちょっとこの辺置いとくか。うん、はい、はい、よっしゃ行くぞ。さあ行くぞ。行くぞ。うん、さあ島会いに行くぞ、猫に。なあ、お出かけしたい。マイル貢献を使う。行くぞ、入れ替えです。パッチ君が出ていきまして、行きます。うらあ、あだからただね、これ一発で引いたら引いたで、一発でチャス来たら来たで、配信的にはちょっとビビるんですけどね。これで来られても困るんですけどね、配信的には。うん、なんかいいとこ来てほしいな。なんかニコ番が来ましたみたいな。あーどうしよう、一発でニコ番来るなんて俺運ついてるな、でもやっぱりチャスに会いたかったなみたいな、そんなラインでお願いしてもよろしいですか。ねえ、おっと、あ、鳥、あ、この子誰だ、マスカラス。あーいい名前ですね、人がいたんだね。僕はマスカラス、バカンスでこの島に来ているんだ。君の名は？オーケー、新大阪のフルコン君だね。ここであったのも何かの縁だ。少しでも君と思い出が作れたら嬉しいな。これ木酒？マスカラス。かわいいな。うん、こんなプロレスラー顔で、あの木酒なんや。なんか、ちょっとギャップ萌えですね。うん。君の名は全然知らんかった。いや、めっちゃプロレス、うん、筋肉系かと思ったら、うん、ね、後ろ向かせない方がいいよ。どういうこと。なんかあんのそんな。あ、でもなんかプロレス系の家具が欲しいんやったら、マスカラスがいてくれたら、あの集めやすいとかあんのかね。そやろな。
っと待って、これもちょっともう粘土とか拾ってたら大変なので、鉄鉱石だけ適当に拾って、うん。金鉱石。金鉱石が欲しいねんな。うん。うん。金鉱石が欲しいのよ、私。POYOYO さん、猫ちゃん来ますように、ありがとうございます。うん。勧誘しないなら一度話しかけて呼ばない方の選択肢を選ばないとまた来る。あ、そうなんや。わかった、やるわ。POYOYOさん、ありがとうございます。なるほど、そうだね。せめて今はここでの自慢時間を満喫してね。どうもどうも。そういうのがあるんやな。ね。火ゆすって家具の解消します。わかった。え、てかさ、別にこれ、どうなんやろ。なんか、別に、家にしててもまた来るんじゃないの。ね、来るんじゃないの、また。ね。やろうが。そうやんな。なんか来たんですけど、なんか来た。これ距離離せない。無理。どうしても無理。はっ。さっ。距離離せ。どうやれば距離離せる。まあ、ええわ。いや、家具落ちひんな。家具って一発で落ちるよね、落ちるときは。よ、サングラスしてるか、大丈夫、セーフ。あ、来た、やったぜ。まあ蜂の巣持っていっとくか、せっかくなんでね。あ、果物の木は落ちないんか。了解了解。さあ、じゃあこれ木から家具落とすやつあんまり考えてなかった。ね、まあ、一応薬は飲もう。あれ、飲むがデフォルトじゃないの、なんか変やよな。飲んじゃわないようになるかな。さあ、どんどん行こう。帰りまーす。どんどん行こう。夫婦で見てます。ありがとうございます。ゆっくりしててください。あ、ジュンが俺に気づいてくれ。あながち。ジュン、お前は俺カード持ってるから。今メルカリで3万円とか4万円で、3万円近くで取引されているというジュン君。俺がちゃんと持ってっからな、カード。俺は売らないからな、安心しろ。ジュンのアンビモカードね、第3弾引いたとき、俺一発目に引いたんすよ。すごいでしょう。一発目やったんすよ、マジで。ジュン、一発目ジュンやって、びっくりして。薬飲むのと飲まないのに何が違うんですか？目が治る以外にあるんですか？ありません。でも治したい。でも治したい。気分的な問題ですね。あ、ただ次蜂食らうと死にます。はい、目怪我した状態で蜂食らうと死ぬので、まあ死なないように。あ、リンゴ島だ。さて、住民は誰じゃろうな。まあ、ちょっと石でも叩くか、先にな。え、死ぬんですか。そう。死ぬんですよ。ね。はい、
アミーボカードがどんどん高騰してんのよ、ほんま恐ろしい話で。そう、荷釣り状態です。うん、まあ飛行場に戻されるだけなんですけどね。うん、さてさて、おー、あ、怖い系や絶対この子、カンガルーの。また初めてや、初めまして。アザラク、あら、初めまして。またあなたもその島から。怖い系じゃなかった全然。っていうか女の子か。うん、私アザラクっていうの、エコエコアザラクやんな。あなたは新大阪島のフルコンさんね。なんだかあなたとは仲良くなりそうな気がするわ。によろしく。あ、うん、かわいいね、アザラクさん。アザラク姉さんなんや。うん、ちょっと見た 目の形的に怖い系かなと思ってんけど、ちゃうかったわ。これさ、この島は全部リンゴマンなってるから、あの家具は落ちないってことかなね。いや違う、リンゴ島の場合は果物と一緒に家具が落ちる場合があるんですね、みたいなことあるんですか、あつ森博士の方いらっしゃいましたら。うん、人妻、まあ子供おるからな。ね、やっぱ家具は落ちないね。うん、そやね。うん、アミーボカード俺だから、そのあつ森発売前にね、一部でも買っといてよかったわマジで。うん、チャスとかいつでも呼べるからな。あ、チャスちゃうわ、ジュンとかはいつでも呼べるからな。うん、今来たらっしゃい、どうもどうも。いい、みんなガチャ放送好きね。めっちゃ早い時間に人も集まってくれてありがとうございます。なんか住民呼び出し放送、割となんか単調やのに結構みんな好きやよなね。うん、まあ住民の話でもしながら、でもなんか誰かがブーケもうゲットしたんですか。ブーケはね、価値格で買えるから。うん、そうそうね、あのあれがあれ買えば、あのハッピーホームアカデミーじゃないわ、もう一個なんかゲーム買えば、あのブーケは価値格でもらえるからね。帰りたーい。うい、オッケー。爆死見たさに来てる人が一定数いる。爆死してもいいよ別に、ウルコンさんが好きなので嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そう、アミーボフェスティバル、そうそう、それ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 ね。ブーケ人気上がったんって劇場版から。そうなん、うーん、はい、初見さんいらっしゃい。そうなんかな、ブーケってもともと可愛いんじゃないの、人気があるから劇場版になったの、それとも劇場版のなんか主役っぽい道にブーケを教えられて。ロッキーセンキュー、焦げ茶ヘリンボーンのおかげ、ありがてえ。うん、みたいな、あの主役になったことによりなんかゴリ押しで人気になったみたいな、そういうことな。もともと人気ありそうやけどな。な、要は大フルコン時代だな。ジュンも言うてくれてるわ、ね、まあこれぐらいは持ってくか、とりあえずもうね。よっしゃ、前から人気はあったよね。そうやんね、どうもりの映画って動物何語で喋るの。普通に喋ってますね、普通に喋ってんねんけど、あのトタケケの歌のシーンが面白くて、あのみんな、あのトタケケめっちゃイケボで喋んねんけど、うん、いや今日は僕のライブに来てくれてありがとう、喋るんですけど、歌ん時だけあれなんですよね。そう、それでは一曲聴いてくれるかな。あ、これこの曲じゃないけど、ケケ単語やったっけ、何やったっけ、ケケ、まあいいや、そう。それでは一曲聴いてくれるかな。わー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 。あ、ケケボッサや、そうそうそう、あれめっちゃ面白い。そう、あそこは面白い、あれは最高ですね。どうぞ。ケケボスさん、どんな曲やったか忘れたけど。
うん、あら竹島やだ、時間があればねここでねタランチュラとか集めるんですけどね。てかサソリ出んのかな。ゴリラだ。キョンさんありがとうございます。選択肢ガセのミニオアビです。あーそこまでせんでいいのに別に、そんな全然うん、よかったのにそんなね。ありがとう、どうも。こいつなんだ、筋肉か。おお、アラン、なんだおめえ、確認だけど初対面だよな。おらあらってんだ。今日はたまたまここに遊びに来た。これ怖い系か。おめえ名は聞いてなかったな。フルコンってのか。新大阪様から来た。だってなんでまたそんな遠いとこから。人にはそれぞれ事情があるからな、安心しな。これ怖い系かな、ゴリラは。うん、ね、うん、初見さんらっしゃい。あ、やべ、竹島やから木が、木の枝が取れないゆえに、あ、じゃあでも、うん、あかんわ、どっちにしろ、うん、ダメだ。あ、そっか、竹も別にそんなわざわざ切らんでもいいし。あー、じゃあしょぼすこ買うか。しゃあねえな。ごめん、殺す気はなかったんだ、ロドリー。ちょっとロドリーに向かって斧を振りたいという衝動に。いや、まあ今もう竹島諦める。うん、ええわ。ちょっとサクサクやらんと時間もなさそうなので、うん、ここは諦めますわ。うん、でスコップをうん、買ってようのくだらい。タケノコは良かったんですか。あー、そっか、タケノコとか取れてんな。まあまあいいよ。うん、まあ、ゆっくりやってもいいんだけどね。うん、まあでもある程度はサクサク行きたいじゃん。初チャット面白い、よかった。コメントしていって。うん、コメントくれるの嬉しいぜ俺は。ちょぼすこやから木材や、片木、これかよ。サソリとのチェイスもね。うん、サソリ島も引きたいな、初めてやからね。長くて1時間ぐらいで終わりですか。そんなわけあるかそんなわけあるかねえ。うん、そんなわけあるへんで、そんなんでは終わらないぜ。うん、絶対これは、まあそれで終わってくれたらね、かっこいいけど。まあ、金鉱石と家具取りだけはするかね。うん、結構みんなあつ森やりながら見てるんやんね、この放送だいたいね。さあやるぞ。結構マイル旅行券は100枚ぐらいあるからね、うん、いけるぞ。うん、お出かけしたい。よし、行くぞ。長くて1時。あ、わかんねえ。もう元気とマイル旅行券の数と、うん、もういろんなとこに相談します。行くぞ。昨日夜の人は200回以上回してた。うん、みんな厳選でもなんかさ、この人1匹だけやったらそら結構かかるやろうけどさ。どうなんやろな、4人って結構少ない。わお、やった、お金島だ。これはありがてえ。京さんありがとうございます。猫ちゃん来い来い、猫ちゃん来い来い、マジで。うん、お金島ってさ、あ、いた、お、青てっちゃんじゃんこれてっちゃんお前久しぶりやなてかお前キャンプサイト来てたやんけ。てっちゃんよく来るね君。知ってるよてっちゃん。いや、フルコンって言うのか。だから目いっぱい材料集めながら筋肉鍛えまくろうな。いや、この子ハキハキ系やからね、性格だけは性格だけは望み通りなんすけどね。うん、てっちゃん割と好きや。でもてっちゃんはね、キャンプサイトに来てたんすよ。うん、
あ、ちなみに私のキャンプサイトももち来ましたから。うん。だからね、やっぱなかなかね、来てほしいところにサクッと来たりしないんですよね。うん。100回回して1匹も猫に出会えない。あ、そんなレベルか。あ、メッセージボトルあった？嘘。マジでそんなレベルか。猫にさえ会えない。あ、そういう。七万二名ありがとうございます、なでさん。センキュス、センキュス。コージーさん。そんな感じ。マジか。猫ってでも言って10匹ぐらいいるじゃん。10匹ぐらいいるけど、ああ、そう。そんなレベルか。あれ？よいしょ。そんな感じ。マジ？ゆめさん、ありがとうございます。どうも。どうもどうも。あ、23人もおんのに1匹もけえへんとかあんの？いやー、住民の種類で抽選されてますよ。茶月岩、どうもどうも。え、なんかさ、あの、キャンプサイトの方は、いない性格の人が来やすいって、いうのは、なんかスナザメおじさんのやつで見たんやけど。うん、ね。やけど、こっちの源泉は関係ないと聞いたけどね。うん。ね。はい、同じコメントを3回すると、止まるシステムになっております。はい。じゅん。よいしょ。はい。ねえ、チャスかわいいな。うん、そうなんだよ。ライスねむこさん、7万人、おめでとうございます。ありがとうございます。うん。ねえ。スナザメさんの動画、最近見出した？たまに。うん。もともと俺攻略見ないでやりたかったから、動画系全く見てなかったんけど、しまくりできるようになったら、まあ一旦区切りかなと思って、こっからは逆に、まあ日付変更はあんましないけど、それ以外は、まあいろいろやって、楽しんでいこうと思ったので、ちょっとスナザメ動画は最近見始めました。ね。うん。1000万手に入れたから雑になってるな。ギクギク。嵐来るね。なんかスパムは来なくなったけど、まあでも嵐はみんな反応せぬよ。来たとしても俺も気づいてるので、もちろん、うん、あんまり反応せずに、ね、よいしょ。みんなが反応するのが養分ですから、嵐はね。あん、雑になってる。いやー、はしたがねだからって雑になってる。あ、クソ味噌煮込みうどんさん、いつもありがとうございます。いい名前だ。うん、どうもどうも。ねえ、はい、そう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 、黙ってブロックでね。てっちゃんありがとうな。いや、お金ももらったし、じゃあ帰るか。サクサク行こう。帰りまーす。うん。えい、オッケー。だって俺1000万円儲けちゃったんだもん。パパパーン。あ、味噌はなくない。クソ煮込みうどんでしたか。クソ味噌煮込みうどんではなかったか。そうか。すいません。ね。うん。ね。よいしょ。うわ、なんかえらい細かいことになっちゃってんな。待って、これ。ややこしい。ややこしや、ややこしや。ややこしや。ややこしや。お金が、あー、もうこれはちょっと ATM に入れよう。その方が早い。うん。よ。うん。クソ味噌天狗。いやね、あれ、味噌がね、うんちっていうのはね、結構古来の、からあって、うん、なんかドリフとかであったのよ。なんかお尻に味噌が塗りたくられてて、あれ、うんちまみれみたいながね、あったのよ、ドリフで。ああいう風習からやと。結構ね、古来からの味噌とうんちを混同する風潮ね。あったのよ。
サソリおった？え、マジ？汚い話をしてすまん、申し訳ない。汚い話をして申し訳ないが、まあ、歴史の話。今のは歴史の話です。歴史の話で、ちょっとあの汚い話とかエッチな話が出ることあるでしょ。今のは教養ですから。うん。教養。今のは教養。歴史、教養の話ですから、仕方ない。うん。それは仕方ない。ね、歴史としてのうんちなので、あの、許してください。ただ、ただただ汚い、あの、下ネタの話をすると汚いですけどね。ななむにおめでとうございます。ありがとうございます。熊デフさん。Thank you。どうもどうも。そう、おそま、おそま。それそれそれ。そう、教養としての。うん。待って。まぁ、ちょっとこのコメント拾きたくないなぁ。いや、このコメント開いたくないけど、今の流れでの、ああ、なるほどは、ちょっと、うまい。もうこれでやめとこう、うんちの話は。健全な放送にしていきましょう。はい。いくぞ。はい。出発。うい。どんどん行こう。どんどん行くぞ、次。ね。定期的にフルニキの放送汚くなる。うん、まあね、仕方ない、もうそれは諦めるわ。よしよしよし、OK、うん、さて、ここの、あ、これぐるぐる島。おー、みかんちゃん来たねー。かわいい子、猫来たよ、早速。いや、でもここで、いや、もうかなり、あ、 100% かこれ、あ、 100% かこれ、みかんかと思った。 100% ない、俺みかんかと思った。だってみかんじゃん、どう見ても。 100% みかんじゃん。みかんちゃんじゃないんや、これ。これ 100% ちゃんなんや。あっそう、あたい 100%。 あんたも別の島から遊びに来たんでしょ。へー、新大阪島のフルコンちゃんって言うんだ。これも何かの縁だしさ、短い間だけど仲良くしてよ、みかん。口癖がみかんなんや。え、みかんちゃんってみかんっていう名前じゃないの？名前みかんちゃんやと思ってた。いや、でもさ、ちょ待って、でもこの子、あれよな。元気系よな。いや、もう元気系はね、アップルとブーケがおるからな、余計にダメだ。ダメだわ、みかんちゃんじゃ。ねえ、あ、さ、ミカッチと、いやー、かわいいな、みかんちゃん。みかんちゃんじゃないわ、 100% か。 100% 果汁か。いや、かわいい、あー、かわいいが、いやー、ダメだ、ここは妥協できん。うん、ブーケや、うちにはブーケがおる。タイプもかぶっちゃうし、うん、やねんな、しゃあない。かわいいな、お前、お前かわいいな、かわいいな、おい、かわいいな、お前、おい。じゃあな、ありがとな。うん、いや、住民のジレンマや、チャスが待ってる。うん、ほんまにな、片桐入りっぽいの。あ、もっと怖かったんや、 100%。 これって今何してるんですか。うん、タイトルを読んでくれ。それをやってる。うん、ね、いやー、バイバイや、これは。ああ、うん、蜂の巣ってさ、普通の木以外も湧くの？あ、来たー、家具だー、センキュー。で、金鉱石。うん。しょ。金鉱石来い。よいしょ。うん。あ、すみません。いや、全然いいよ。うん。コメントしてくれてありがとう。俺はコメントが好きなんだ。ありがとう。
よし、じゃあ帰るか。あー 100% かわいいな。ちょっともうちょっとだけカウンして。うん、島1個全体家具落ちてくるらしい。 100% バイバイ、帰ろう。あー初見です、はじめまして、いらっしゃい、どうも。マクマン聞いてきた、ありがとう。あ、ボトルあった、マジ。くそ。ああマジか。いや、しゃあない、もうしゃあない。うん、サクサク行こう。しゃあ、で、家具拾ったからまあ置いとこう。うん、いや写真はまあいい、なぜなら俺の場合配信してるから動画に残ってる。うん、いやでも猫の流れは確かに来てるよね。うんね、いや猫の流れは来てる。いや次も猫来るぞ多分ね。次あたりに2個番が来てね。え、あ、もう予想、あ、予想ついた。次ぐらいに2個番が来てね、え、間に2個ぐらい、まあ、羊とか別の種族を挟んでその次に来るわ。うん、あ、マイル光景持ってない。切れてた。うん、もう大予想します僕。はい、抽選にスイッチ変えた、おめでとう。なんかもう今スイッチもあつ森も両方、まああつ森はダウンロードで買えるか、スイッチとかあとリングフィットアドベンチャーとか買えないらしいね、マジで。なマジでさ、そもそもなんかそもそも安なんか家で遊べるものが高くなってんのよな。この話もなんかお昼にしたっけ、まあいいや、昨日したっけ。そう、高くなってんのよ。子供のためにね、パズルを買おうと思ってんけど、アマゾンが高くなってんのよって話機能したな。まあいいや、アマゾンの価格がね、なんかもう家お家で遊べるもの系のアイテムがねとにかく高くなってんのよ。うん、うん、アマゾンの値段がね。でまあまあリアル店舗で普通に買えたんやけどね。足元見られてるわ。ライブ初見です、どうも、いらっしゃいませ。うんって、なんか好きです、どうもどうも。あ、またお金島や、やったね。いや、金があるとこには金が集まる、これが世界の断りです。皆さん見てくださいこれね、金があるところには金が集まるということが。ライオンさんが来ましたね。なんだと。いやでもこれも猫かやから、キング。おお、他にも散策してるやつがいたとはな、驚いちまった。おめえもこの島のやつじゃないんだろ、フルコンってのか覚えとくよ。こう見えて俺は記憶力はいい方だ、偶然出会っちまった。よかったら俺のことも覚えといてくれ、キング。かっこいいな。いやこれ猫かやから全然猫の流れ途切れてないね。広角モードですね、まだ。うん、猫広角モード入ってるので全然、うん、全然まだまだ途切れてないですね。うん、実質猫なんで。さっき 100% だったじゃないですか、 100% 猫だったけど、これ 80% 猫なんで、うん、全然流れ途切れてない、高確率モードです。うん、しかも金ですよ。うん、まあもうね、間違えた、何してんの俺。よっ、ういさ、うん、お湯盛り時代ゴミ箱に王座捨ててたやつ。そんなんね。なんかみんないろいろ黒歴史があるな、ね、あ、やばい、これ全部叩けないやつや、やばい、ずれてるね。うん、そうやな、はいはい。彼氏のスイッチを使ってたつもりしてますけど、島クリエイター自由にやりたい。辛いの。まあしゃあない、かわいいな。うん、でも今かわいいコメンテでありながらしれっと私はラブラブですよアピールをしているので合格です。うん、みんなにみんなに若干の不快感を与えながらしかし可愛いので許すみたいな、そのコメント、いいコメントです。はい、他の島ってレアなんですが、ちょいレアのはずやけどね。うんね、
匂わせ、匂わせっていうかもう匂わせじゃ、匂いじゃない、匂いじゃない匂わせはあの私彼氏いるかもねーぐらいの感じやから今の言うとるから言うとるからね、うん、ね、うん、ね、私も彼氏にスイッチ借りよう彼氏自慢宣言せんでええから、うん、まあここだけやね。まあここは言うてもうね、妻子持ちの私の放送だからそんなに傷つく人はいないかもしれんけど、うん、なんかね、独身が集まる放送とかもあるんじゃないの、わからんけどね。あつ森ってユーザー変更でセーブ開けられる、あの島が一緒で、島は一緒になっちゃうね、セーブデータ変更やと。ユーザー分けると同じ島にはなっちゃうのよな、うん、なので島くり自由には確かにできないね。ね、そうやね、島くりしまくれないね、残念ながらね。よし帰るか。金はまあ8万はい手元に。どうもどうも。そうそう、スイッチ1台に1島っていうね。だからスイッチでサブアカ作って、あの自分の家をもう一個置くことでインテリアを、島のインテリアを整えるっていう人は結構いますね。うん、石割らへんの、あれ石割って意味あんの最後、うん、それも知らなんだ、最後石割った意味あんねやあれマジか。まあいっか。フルコンさんの配信は未婚男性が多いか、多いか。いやでもね、あのあつ森の放送は女性の方が多いんですよ。あのデッドバイデイライトの視聴者数は8割男装な、男性なんですけど、あのあつ森は女性6割ぐらいだと思います。確か、結構女性が多いんですよ。結構あのやってるゲームによってやっぱね全然変わる、来る人が、うん、ね。ウィン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 。ドゥドゥドゥーンドゥンドゥッテーン。DVD8 割男性ですね。なので、俺の、俺のチャンネル全体の、俺のチャンネル全体の視聴者は男性6割なんですよね。うん、そう。男性の方が全多いんですよね。男性6割、男性6割5分ぐらいかな。男性6割、女性4割ぐらいなんですよね。僕の。チャンネル全体は。ただあのゲームによっても大きく変わっております、かなり。そうですね、うん、男です、すいません。いや全然謝る必要なんかないんだよ、何も起こってないじゃん、事実を言ってるだけ、事実を、ね、むしろ、いやだから少ないね、あつ森は女性の方が多いのに男性来てくれて嬉しいじゃないですか、何を謝ることがあろう。大丈夫、みんな寝かまだから、ね、そうな、そうな、え、女の子がさ、わざわざ男っつって登録したりすんの、なんかナンパされるからとかっつって、いや、フラフラフラ、これが俺のパワーだ、うわっていうか、どこにおんねん住民。うん、いや、あるんやな。 Google のアカウントをなんか男性でやる必要あるか、しかし。え、なんかモスコップ壊れてんけど、あれさっき作らんかった、あ、そうか、お金、お金いっぱい取ったからか。わ、なんかペリカンみたいなのおる、かわいいっぽい。待って、スコップ作ろう。うん、ね、スピーカーでプレイされてるんですか、何の話やその煽りは今、今じゃないやろ、うん、切るか、傾くください、傾くください、うん、嬉しい。フルコンさんのニコニコのときめも見てました、ありがとうございます。いや、こういうの結構嬉しいですね。やっぱ長く活動してると、もちろんね、 YouTube で発信機に、あの最近知りましたって言ってくれる方とても嬉しいです。しかしこれね、なんかね、あ、昔ニコニコでそういや見てましたわ、どうも久しぶりみたいな感じで来てくれるのも
たまにあって、結構ねこれ嬉しいんですよね。うん、あらあら、あれもしかしてフルコンってあのフルコンみたいな。どちらも嬉しいですよね。うん、長く活動してるとそういうこともありますよね。あーテイルズの時見てたーとかね。うん、ね、ニコニコ黄金期から見てる。いやどうもどうも。そうなの、結構ねずっと見てくれてる人ももちろんいるしね。ありがとうございます、ほんまに。うん、夫と子供いるけどフルコンさん好き。俺も妻と子供いるけど君のこと好き。ありがとうコメント。ちょっとスコップ作ろう。ニコニコ時代の個人実況一つ見てなくてごめん、ね、もうそんな謝ることじゃないからね、全く。一つ見てなくてってことはその他見たってこと、もしかして。それね相当ですよ。結構実況してるよ言うて、10年やってますからね。うん。相当やってますからね。あね、相当やってますよ私、ほんまに。相当な数の実況ありますよ。まあ当然ね、うん、密度はまだ薄めですけど。ペリコかこれ。どうもこんにちは。よ、千歳さん。あー和風、名前は千歳です。運命感じちゃいます。一人旅でここまで来たので話しかけてくれてとても嬉しか。あ、私ばっかり喋っちゃった。よかったらお名前教えてくれますか、フルコンスさん。せっかくこうして会えたんだもの、この出会いに感謝しましょう。いいなぁ性格。これ何系になるの、普通。でもなんかキャビアと同じっぽいから普通か、これ。もうなんかめっちゃ普通に性格良さそうなのが普通なんかね。千歳ちゃんかわいいなね。あ、キャビアと同じか、なるほどな。動物で何匹いる。なんか400匹ぐらいらしい。フルコンさん知りました、どうもどうも。最近してくれた方もね、ありがとうね。そうそう、いや普通系は普通にめっちゃ性格いいんよなね。そう、普通にめっちゃ性格いいのが普通系なんだよね。そう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 ね。うん、うん、そうなのよね。湯豆腐が好きで行きました。ありがとう。湯豆腐が好きとか言って、どうせ牛沢が好きなんでしょ。どうせ牛沢が好きなんでしょ、知ってます。湯豆腐が好きって言ってごまかしてるんでしょ。どうせ牛沢が好きなんでしょ、知ってます。もうすねた、俺はもうすねたぞ、俺はもうすねたぞ。もう今からここから無言で厳選する、ずっと。俺はもうここから無言になるぞ。ご視聴ありがとうございます。はい。はい。よいしょ。そこで、とわこさんとかもいりません。とわこさんですけども、いりません。余計すねるぞ。うわ。よいしょ。いやよいしょ。よいしょ。さあ帰るか。こんなしょうもないことで揉めてないで。あれ俺家具取ったよね。あ、取ってるね。オッケー帰ろう。ラタンのサイドテープ。あ、家具も助かるね言うて。うん、いやありがてえ。うん、帰ろう。オッケー。石をコンコンするときに穴を背にするのは、ああやることで、なんやろな、なんやろ、石を殴るとノックバックで自分の体がだんだん後ろに下がっていくんですよね。すると石を最後まで殴り切ることができないので穴を背にするんですね。これが動物の森の基本技の一つなんですね。覚えておきましょうね。
なんかちょっと荷物いっぱいになってきたな。蜂いるかな。飾って、なんか鉄鉱石もすげえ集まってくるような言うて。よっ。パンジーも植えて。化石は置いて、あとはなんか持っていくか、別に捨ててもいいしな、最悪な。石も山ほどあるけど、まあでもなんか和風のゾーン作り出したら結構石いったから、まあ一応持っとくかね。結構ね。よし、お出かけしたい。で、マイルール効果を使います。はいはいはい、行きまーす。うい、イエボからや、怒るぞ怒るなよ別にな、誰からでもええがな、どうでもええがな、そんなこと、逆に希少種おらんの、なんか湯豆腐からとかガッチさんからとかはやっぱあるし、最近はデッドバイデイライトのザムさんからとかショコさんからとかもあるんですよ。だけどなんかもう、なんでそこからみたいな、なんかなんやろな、ヒカキンさんからとかさないんかな、なんでそこからみたいな ゆるくらさんから、あ、どうもどうもありがとうございます。関ジャニの村上くんのことを好きって聞いてフルくんを知りました。そんなそんなとこあんねんな、そんなとこあんねんな、なかなか、なるほど、リリスから、キヨから、まあ人狼な、 MSSP から、あのコラボからかな、ありがとうございます。テニプリから、テニプリから珍しい珍しいそういうことね。美容系からが一番おもろく、そうやね、あのなんか佐々木朝日さんからとかない、ない何また可愛い子、うちのなんか俺可愛い子しかけ、あ、ちょっと怖いかな。でも甘み、いや、はじめまして、僕甘み、あ、男の子なんや、へえ佐々木朝日さんからですみたいな、ちょっと美容系見てたらみたいな どうもどうもありがとうございます君はフルコン君、新大阪島から来たのか、せっかくこうして会えたんだし一緒に楽しもうよ。あ、ぼんやり系かこの子、かわいいな、いいね、ぼんやり系はやっぱちょっといいな。はい、でもいっぱいおんねんな。うちにはね、もうね、珠玉のぼんやり系がおるからダメやね。保つっていうね。もう世界が認めた、珠玉のぼんやり系男子、保つがいるので、残念ながら、ぼんやり系はダメなんだ。ね。佐藤健、佐藤健から。絶対嘘やん。佐藤健の旅動画から。ね、ぼんやり、そう、南米のアイドル保つ、あのゴリラの見た目でぼんやりっていうね、で、あの口癖のうひょ、いや、あいつはもう珠玉ですよ、ね、でさ、あの、ちょ、そう、南米で人気って聞いて、南米の南米あつもりで調べたらさ、あの南米の一番人気保つで一番人気ないのモンコさんやったよね多分でなんでさ、そう、俺んち南勢の一番人気と一番不人気おんねん、うち、我が家モンコさんもね、まあ最初どうかなと思ったけどね、やっぱ一緒にいると好きになるもんよ、ね、保つから知りました、ありがとうございますその経緯はまあまあ面白いな、保つから、あつ森社会現象よ、だって、毎週さ、毎週日曜日の朝は株90ベルがトレンドになるからな、
すごいよな。なんかさ、あのなんかあって突発的にトレンドになるのはよくあるにしても、その毎週当たり前のようにトレンドに入ってくるっていうのはえぐいよな。ね、なんかのきっかけでトレンドに1回入るわね。もう最近なんかいろんなものが入ったりするけど、毎週日曜日の午前は必ず株90ベルがトレンドなんや。すごいよな、あれ。あれ、あそこまで来ると社会現象感あるよな。うん。ね。そうそう。新しい生、いやもうなんか生活の一部やよな。保つ人気なのよ。いや、南税で人気やから、もう、すげえニッチな世界よ。超、あの、一部で、要は一部で人気よ。それは。じゃあ、行くか。もうすぐ、どんどん行こう。どんどん行こう。ね。ね。そう、毎週。ね。行こう。しゃ。行くぞ、次だ。保つ難民もカードの値段上がってるんや。マジで。マジかよ。いやー、嬉しいな。保つがいるうちにいてくれてるのが。ねえ。ね。バレンティーノがマイデザ公開してる。そういうのはあるんや。あ、何そういう。ファッションブランドがマイデザ公開するとかあるんや。おもろいな、それ。そういうのあるんか。あ、それでもそれすげえ、そのブランドの好感度上がるわ。うん。そのブランドの服ちょっと買いたくなるわ。なるほどね。そのマーケティングはいいですね。にゃるほどね。いや、ちょっとなんか、気になる。ちょっと他のブランドもやってほしい。ね。あ、美術館とかが公開したり。へぇ。いや、その流れはなんかでも、好きですね。アメリカの美術館も。へえ。そうなんやね。メトロポリタン美術館がやってる。あ、そうなんや。へえ。なるほどな。面白い、ね。っていうか、なんか、こういう島多いな。さあ、あなたの名前は？ユキさんです。ユキさん、一回あったな。私はユキって言うんですよ。あなたの名前はなるほどフルコンさんですね。新大阪島からはるばるこの島まで。どうも。冒険が好きっていう意味では住んでるところは遠いけど、私たち似た者同士かもしれませんねっぺ。なんでカットちゃんなん、口癖。口癖どうかと思うよ、ユキさん。ね。なんでペーな。ペ。唾吐かれんねんけど。なんでなねえ。かわいいのに。ねえ、しゃあない。よっ。今猫系住民はね、ああ、やっと金鉱石来た。お前を待ってた。お前を待ってたのよ。やっと金鉱石来たわ。よっしゃ。もはや鉄鉱石もいらんけどな。死ぬほどあんねんな、鉄鉱石。鉄鉱石取んのもやめるかも。もう、金鉱石一点狙いで。叩いて金鉱石出んかったら、買える。その男前ムーブで。お金も十分あるしな。そうしよう。ね。とか言って拾ってる。いや、もう、ここの島で拾うのやめる。よいしょ。いや、スコップ壊れるの早いな。まあ、とりあえず、斧で殴るか。ね。よっ。よっしゃ。おら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 。斧で砕いたら金鉱石が出る。いや、それは都市伝説でしょ。ねえ。あ、出た。あ、金来た。金来た。いいね。オッケー。いや、もう金で行こう。金だけで行く。もう金だけムーブで行く。これは。鉄鉱石も捨てていく。いや、もう20サックぐらいあんの、家に。鉄鉱石。さすがにもういらんやろっていうぐらいあるから。
金鉱石だけ拾っていくわ。これここもあれでんの、針葉樹でも家具。君じゃない。いい、あそこ、あんでボトルな。よいしょ、出ますか。オッケー、やっとこう。あ、来た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 、ありがてえ。ビディア。ありがてえ。ねえ、ボトルか。ボトルはランダムやんね。ない場合もあるよね。ね、広瀬香美と針葉樹出ますよ。何、どういうこと。あー、広葉樹と針葉樹か。すいません、ものすごい読み違いしました。世界的にありえない読み違いしました。なんだそれ。広瀬香美と針葉樹。小説かな。広瀬香美と針葉樹っていう。ね、あ、でも広瀬香美さんも YouTube チャンネルあるよね。あの、見に行ったわ。プリテンダー歌ってた。やっぱなんか声、昔よりは出なくなってるんかもしれんけど、高いね。なんか元がクソ高いから、元が高すぎてみたいな感じあるよな。ね。なんか、ものすごい声やったな。すげえなーって思った。今更だけどサムネ好きです。可愛いっしょ。うちの猫です。可愛がってやってんの。鉄鉱石も置いてこう。よいしょ、さあ行くぞ。次行くぞ。ゲッタンなんであんな売れたんだろう。いや、いい曲だったじゃん普通にね。まあ猫ニコ動でさらに流行ったもあるけど、でもそれはそうだ、ともかく普通にヒロミスコミさんのプロミス売れたよね。いい曲やったからな、あれな。単純にいい曲やった。ああ、スコップ作ってない。ほんまや。まあ、ええわ。ショボスコ買うわ、最悪。どんどん行かなきゃ感がある。広瀬香美、まあでもロマンスの神様が一番有名やんね、当然ね。やっぱ有名やよな、あれがな。てかあれしか知らんレベルの人も結構多いよな。おっと、鳥がおる。ちょっと怖そうな鳥がおる。最終的には猫だけの島にはしないよ。好きな子がいれば大丈夫。あー、なんかそんな気したねん、そんな気したねん、バタねん。間に合うかな。はい、おもにょっと。やった。そうや、よかったよかったよかった、間に合ったわ。オッケー。たまに間に合うねよな、あれ。間に合わんときの方が多いけど、たまに間に合うねん。後で持ち帰るやつ。硬い木を取りながら家具を取るって、家具って揺すらないと出ないとかないよね。倒しちゃうと家具出ないとかある。あ、来た。揺すらんとあかんのかな。まあいいや。あ、ゆすらないと出ないね。危ね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 。あなたとは初めてはアリアよ。今日はこの島にバカンスに来てるの。新大阪島から来たフルコンさん、よろしくね。私たちがここに出会ったのもきっと何かの縁だわ。ハレルヤ、おやすみ。アリアはあの落ち着いた感じですね。愛人枠ね、大人系ね。え、でもね、うちにはね、ちょっと待って、うちにはね、珠玉の、ちょっと待って、なんでくんね。待って。そうだねー。うちには珠玉の大人系がいるんですよ。知ってますか、皆さん。実は。
うちにはね、珠玉の大人系住民。ミストレス。そう。門戸がいるんですよ、うちには。保つね。なんで全部保つね。なんで全部保つね。やめろ。全部保つかすん。あれ鉄鉱石。あ、全部置いてきてもう。ちょ、もう。ゼロだったらそれはそれで困る、鉄鉱石。まあ、ええわ。とりあえず、ちょぼすこれ叩こう。うん。よいしょ。うん。そう、島に普通の木があれば、鉢と家具が一つずつ手に入るはず。タモツ既婚者な。うせやん。はい、初見らっしゃい。どうも。うん。OK。あ、ライブか、これ。おう、そうです、そうです。そうなのよ。動画もライブもしてるからね。うん、さてさて、行きましょう。んで、これな。うん、金鉱石こーい。金鉱石こーい。金金金金ゴルディオンハンマー出ない。来ない。金金金金金金。よしよっよっ来い。金金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 帰りまーす。え、結構スパチャ値段してる。あ、マジで？ちょっと集中しちゃってるから、ちょっと待ってな。ここでスパチャを改めて、見ます。待ってな。あ、ほんまや、かなたかなたさん、ありがとうございます。で、かなぶんさんもありがとうございます。うん、カメデフさんは読んだかな？ね、味噌煮こにうどんさんに、ライスねむこさん呼んだかな。まるさん、ありがとうございます。うん。まいまみさん、ぴよよさん、きょんさん、けいけいさん、ガロイさん、エチミセスチームさん、アバさん、小早川亀吉さん、カーネルサンダースさんも見逃してたかもしれない。だいぶ最初の方やからもういないかもしれないけど、あさみさん、トマトさん、食パンさん、マヨスさん、皆さんありがとうございます。どうもどうも。うん、失礼しました。よいしょ。さて、沼がミニ冷蔵庫、沼が、猫の流れがね、途切れてきたね。うん。うん。この辺飾って、よいしょ。なんか蜂の巣とかも別にそんないらんけどね。蜂の巣ってそんな何個もいるかな。ねえ、猫の獲物しか来てない。鳥とかな、ネズミが来んの。じゃあ次、あ、じゃあでもその流れもあるから、猫の獲物の鳥類が来て、次ネズミが来てからの来るよ。行くぞ。蜂の巣の家具ってあるんや。うん、じゃあある程度集めとくわ。ああ、さあネズミ来るぞ。次ネズミ来たらこれ流れ完成なんで、価値格の流れです。来るよ。まあ猫来たら猫来たでいいんですけど、うん、こっから猫来たら猫来たでいいけども、猫ではなく価値格の流れが来るかもしれない。来い。なんだこの島。あ、変な形、変な形。うーわー、あ、これ富士の島にいたバッシトじゃないの。バあん、富士の島じゃないか。あ、じゃあ平の島か。バフォメットみたいな。あ、でも違うな。 もっとなんかいかつかったな。シュバルツ。あ、シュバルツっていう名前ね、彼。うん。あ、待って、鉄鉱石拾っちゃった。え、シュバルツって何なん？シュバルツって、なんか、非表示になんねんけど、なんで？ドイツの、
ドイツ系のなんかナチスとか関係あんのかな、シュワルツブルーダーみたいなあるよね。タールムントさんありがとうございます。 Thank you。 どうもどうも。シュワルツがさ、シュワルツっていうコメントがさ全部さコメント非表示になんね。うん、なんでなんやろ。ドイツ語で馬、あ、単に、じゃあなんでやろな。俺の名前はシュワルツだ。気軽な気持ちでここへ来てみたんだけど、なかなか過ごしやすくてな。おっと、おめえの自己紹介を聞いてなかった。フルコンってのか。どうも。おめえの島からも、飛行機が出てるなんて、ここは意外とメジャーな島だな。何はともあれ仲良く、あ、このちょっと照れる感じがくんねや。踏んで、かわいいな。いや、これは確かに人気出そう。イケメン系のくせにちょっとかわいいっていう、ね、こういうのが結局人気出るんだよ。かっこいいくせにちょっとなんか照れたりしてね。シュバルツ、うん、入る、まあ、そういうやつな、うん、YouTube に NG にされた馬さん。ドイツ語で、うん、なんやろな、シュバルバルツツルツルツ、シュバルツ、なんかダメな要素見当たれへんけど、なんでやるね、マジで。今 NG コメントだらけになって頑張って表示を右クリックしてたんやけど、黒非表示になった。あ、黒ってダメなん、黒がダメなん、厳しすぎひん、黒ってだけでダメってあ、そう、なんか、まあ、まあ、いいイメージではないけどさ、黒。あ、ブラックもダメ。あ、ブラック、あ、そういうことか。そっちの話か。なるほど。なるほど、そういうことか。ブラックで今、感づいた。感づかなかった人は、まあ、感づかないままでいいんですけど、あ、そういうこと？え、でもそれ、なんか、禁止にすることが逆にじゃねみたいな。逆にじゃねみたいに思わへんねえまあ、そう、あ、そうって感じやけどな。ねえ、いや、それちょっとやりすぎちゃうねえ、禁止することにより逆にちょっとなんか勘ぐってしまうみたいなね、あるよねって思うんやけどね。まあでもいろいろあんねやろな、そこは。いや、言葉狩り感は強いわ。ほんまに。あ、クローデットは大丈夫。カタカナの黒は大丈夫みたい。あ、まあこのまま行っていいんか。はいはい。行きましょう。だってここまで戦闘感づかんかってん。だってさ、普通にさ、コメントが流れていってたら、別に何にもな、この流れなかったのに、なんかね、シュバルツっていう単語が規制されてることにより、なんでなんやろうから、この会話になってしまってるからね、実際。何も言わなければ何もなかったのに。ね。ね。そう。なんでなんやろうって考えた結果、この金流れになっちゃっても。お前、家具取ってなかった？いつも忘れんな、ほんま。まあ、仕切り直そう。行きましょう。しゃ、あ、信用十字前、そう、広瀬香美のことです。広瀬香美のおかげ、広瀬香美が雪の女王で城ということですよね。雪の女王に闇で対抗しようとする黒がダメだったということ。なんか可愛い子が来てんな、あの子なんだ、だから黒がダメなんですよ。広瀬香美を潰そうとしているという意思を感じたので黒はダメだと。リチャードって言うんや、かわいいね、あの子、ね、チキンラーメンの子アホそういや、わかる。でもアホそうな子ってかわいいからな、
アホそうな子って可愛いか。ぼんやりやるよなこれ。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。初めて僕リチャード。フルコン君、まさかこんなところでお友達ができるなんて思わなかったでやんす。可愛いな。ええ、めちゃかわね、めちゃかわやわ、これこの子かなり好きやな、見た目好きやな。ちょっとお前す、お、ちょっとこの子ちょっとお前の笑顔が見たいな。いや俺結構この顔好きやな。うん、いや可愛い、可愛い、好きやわ。ちょっと写真撮っとこう。なんかね、素朴でいい。いやまあ写真はいいか、動画に残ってるし。次行かねば、次行かねば。うちの猫の餌になっちゃう。うちのブーケの餌になっちゃうから、うちには呼べないが、幸せに暮らしてくれお前は。なんか可愛い住民おるからさ、可愛い住民いっぱいおるからさ、厳選なんかする必要あんのかって思うよな。けどやはりうちにはチャスが来てほしい。あーやった、一発で引いた。オッケーオッケー、一発じゃないけど家具引いたわ。オッケーオッケー、帰ろう帰ろう。あ、まだなんだ、なんかある。よっ、え、初見さんいらっしゃい。なんかもう島、なんか別のさ住宅街っていうシステム作ってさ、そこに島民20人ぐらい置けるような、なんかアップでこんかなね。まあでも10なのがいいんやろな。そう、10なのがいいんやと思うね。10なのがいい。あ、5000超えましたか、ありがとうございます。またか。いや、あつ森パワーすごいな。あ、家具ありました。うん、家具あったよ。ありがとうございます。5000人が見守るガチャ放送、ガチャっていうか、まあ新しい出会い放送ね。行くぞ。ほら、タンドキッチも来た。どうも。タンドキッチ本人も来たので、ちょっと頑張っていきましょう。こっから引き続き、アウトドア発電機。ああ、いいじゃんいいじゃん。発電機はね、結構なんぼあってもいいからね。こんなもんなんぼあってもいいですからね。よし、続き行こう。どんどん行くぞ。これで12回かな。15枚のうちのあと3枚になってるので、次13回目。誰狙いか、右上に書いてる人です。行くぜ。マイル貢献だ。さあどんどん行くぜ。残りアーカイブで。どうもどうも。チャス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 、うい。ピン屋さん、どうもありがとうございました。チャスチャスチャス、猫猫猫、チャスチャスチャス、いちごいちごいちご、ジャックジャックラジャックジャック、ジャックジャックジャック、チャスチャスチャス、ラムネラムネラムネ。あの子、和風のカエルの子、名前忘れた。今日なんかちょっとあのお誕生日帳で見かけたけどな。また猫の餌や。カエルか、カエルって猫の餌か。よ、なんか順番に揺すってくか。よ、いやー、大使、そういう名前か。よいしょ。いや
カエルお猫の餌ではないか。うん、あ、大使前回あったんか。なるほど、なんか見覚えあるなと思ったら、なるほど。ウィス、なんだおめえ、確認だけど初対面だよな。怖い系やんね。ああ、今日はたまたまここへ遊びに来た。おめえの話を聞いてなかったな。ほう、新大阪島のフルコン。な、今白目ならんかった。怖いんだが。安心しな。口癖なんなんやろ。うん、口癖がもらえなかった。聞きたかったな。大使かっけえわ。白目がちょっと怖かった。まあ大使はちょっと娘怖がりそうやな、この怖い系やったら。いや、いい顔してんねんけどな。和風住民の源泉やったら大使が入ってくんねん。ね、間違えた。うん、今日は正面から揺らすと波長エーレンダでゲットできる。あ、そうなんや。ちょっとやってみっか。これで、はい、おお、すげえ、神神や、すげえ、裏技や。じゃ、ワザップに書いといてそれ。ねえ、ワザップ書いてるそれ。もうワザップ書いた、ちゃんと。ちゃんとワザップ書くべき内容ですよ。うん、うん、いやー、帰ろう。多分書いてある。しかもこれ覚悟の準備しなくていいからな。セーブデータも消さなくていいし、ちゃんと正当な技やしね。みんな知ってる。フルコンさんがバズらせてツイッターランドで見た。あ、そうなんや。ツイッターそんな見えひんからね俺、言うて。あの、トレンドだけ見るんやけど、これトレンドなってた？蜂の取り方みたいな。みんな知ってるよ。勝手に君の知ってることみんな知ってることにしないでください。僕知らなかったんですけど、僕以外全員知らなかったんですか。へーって言ってるコメントもありましたけど、勝手にみんな知ってることにしないでください。そういうの良くない流れです。はい、かわいい。ほんますぐみんな知ってるとか言って、お前だけ知らない雰囲気にさしてくるコメント嫌い。そういうの嫌い。そういうのほんま嫌い、ね、ちょっと何人か知ってて俺が知らんかっただけでそういう風にするね。お出かけしたい。うい、じゃあ行こう。ちょっとしゃくれてますよ。今ちょっとしゃくれてましたね。はい。しゃくれ男子になってましたね。ちょっと飲み物パッと取ってくるわ。このプルルパーパーパーンチャカチャンの間に取ってくるからな。はい、ほら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 、もうロドリーのメッセージが流れ出すぐらいには戻ってきたでしょ。ほら、飲み物を取ってくる RTA。 はいはい、オッケー。疲れた。こんなことで疲れた。めっちゃしょうもないことで、あ、なんか綺麗な雰囲気を醸し出しておきながら別に普通の島。うんね。多分普通の島、うん、あれ、なんかここ綺麗じゃねという雰囲気だけ綺麗で、まあ普通、ね、しょ、うん、言うて普通の島ってやつやつね、ここに。声が迫ってくる感じ。ワニだー。あれ、ワニのセクシー系のワニちゃん。セクシー系っつっておかしいか。あ、違う、男の子や。ぼんやりワニかな、見た目的に。誰やろ。いや、アルベルト。へえ、名前かっけえ。アルベルト。ああ、ハイアーエンブレムとか出てきそう。君はフルコンくん。あ、やっぱぼんやり系やな。せっかくこうして出会えたんだし、一緒に楽しもうよ。よろしくだわに。
あ、映画に出てたんか。そっか、なんか見たことある気はした、確かに、うん、ロマサがそうか、映画に出てたんか、うん、なるほどな。見て、ぼんやりアルベルト、ごついくせにぼんやり系多いよ。うん、まあね。え、でもゴリラでぼんやりは保つだけでしょ、唯一無二でしょ、ねえ保つは唯一無二の存在でしょ、うん、だから南米で人気があるんでしょね。あんなやつおらんで、なかなか。でもぼんやり多いな、確かに。あれ、ぼんやり猫って誰や、うん、ね。どうもりの映画あるよ、今なら DVD。 あ、でもどうもりの映画まで DVD 値段上がっちゃってんじゃん。俺レンタルの型落ちみたいなやつ買ったけどさ、中古で。うん、今なんかどうもりの値段まで上がってそうね。え、あ、ビッタぼんやりなんや。そうなんか、なるほど。スコップ壊れんの早いな。とりあえず斧で運ますか。うん、よ、うん、ニコバンとビンタね。あれ、あ、ここあかんの、ちょ、うん、なんでジンペイ。うーん、どうもりの映画 DVD も値段上がってそう。あつ森やって、あつ森やって買ってるでしょ、どうせみんなね。え、値段上がってそう、ね、リメイクすると長持ちする。あ、へえ。そのリメイク代がバカにならんという話ない。あれ、リメイクキット1個600円やからな。うん、買ってません。いや、まあそれはね、買ってない人の方が多いとは思うけど、でもやっぱり一応2500円でした DVD。 あー、ちょっと上がってるかな。うん、俺1000円ぐらいで買ったもん、確か1000円もせんかった気する。いや、ちょっと上がってる。まあでも高騰まではしてないか、さすがに。うん、俺結構安く買った気がするよ。ね、いろんな動物見れて楽しい。それがこの住民、新しい出会いの醍醐味やよな。うん、斧も壊れちゃったんよな。ほい、うん、ほい、斧壊そう。石の斧でやった方がいいんじゃない。あ、まあ素材別にそんな集める、いや、でも別に一緒じゃないか。離島やったら斧だろうが、なんか離島やと切り倒す場合もあるから、あの斧の方がいいかなという感じが。帰りたいです。オッケー、えい、リメイクは高いけど素材集める手間と持ち歩くのを考えれば楽。なるほどな。うーん、よいしょ。いちごを出た人おめでとう。いいなぁ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 。くそ、ラタンのスツール、ラタン系って可愛いよな、これ。いいね。置いちゃうとでも邪魔やから下に置こう。お金めっちゃ持ってるんですか。え、8万でめっちゃなの。うーん、僕銀行に1000万円あるけど、8万円がめっちゃ持ってるって思ってなかったよごめんね、ちょっとお金持ちをアピールしちゃったかな。よし、次行こうさあ15回目お出かけしよう。いい、出発。ラムネちゃん来ました。いいな。うん。オッケー。はい、行くぞ。
で、おお、なんかかわ、え、あれ男の子かな。へえ、羊の系の男の子ってあんまり見ないな。うん、かわいい、なんかかわいい、なんかいいね、あの子。ベルで住人は買えない。そう、ベルって意外となんかその一定まで行くとベルよりも住人とか新しい家具だったりレシピだったり金で買えないものがいっぱいあんねよな、このゲームは。ね、ねね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 ね、前からやるんやった、忘れてた、忘れて忘れた、忘れて忘れてた、あ、くそ、やってもうた。まあサングラスあるからいいんやけどね。はい、見た目はそんな変わらんねやけど、うん、トロワバートン、キザ系かな、トロワってことはね。ざまあみろ、クソ、うん、お金マウントするからね。え、うん、はい、スピーカースピーカー関係ないから。よ、あら、はじめまして、あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私トロワっていうのは、あなたは新大阪島のフルコンさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけでよろしくね、アンドゥ。よろしく、どうもどうも、うん、ういよいしょよいしょ、よいしょ、うん、うん、こんな感じか。クローデットっぽい、あ、確かに。あ、クローデットかな。いや、あ、叩いちゃった、石残ってんのに、うん、いや、トロワさんかわいいな、うん、セクシーやな、いいな、この子な、見た目好きやわ、結構。 OK、 よっ、次行くか。うん、 OK、 次行こう。えい、さあ15枚でとりあえずはダメでしたね。うん、材料はもう結構あるから一旦いいかな。あ、でも木、あ、木材の、木材結構在庫少なくなってた気もするから木拾うか。うん、ちょくちょく拾ったりきない、いや、あの、拾ってるのは拾っちゃってるだけで基本は拾わなくていいかなと思ってます。まあ、一貫性がないのは許してくれ。うん、適当にやってますさあ、ちょっとなんか家具もいっぱい拾ったし一回家帰ろう。うんね、うん、あとどれぐらい？わかんないけど、一旦一時目処にはしようか？うん、でも全然わかんない。お、あとどうなるのか。俺はどうなってしまうのか。うん。それは神の御ぞ知るぜ。うん。よいしょ。うん。よいしょ。オッケー。乱数調整に保つと話しましょう。うん。なんもないよね、乱数とかね。いや、時間経つの早いね。でまだ15連やもんな。ちょっとペース早めた方がいいな、これ。うん、15分で50枚か。いや、もっとサクサクやるわ。でも金鉱石は欲しいな。金鉱石は何もあっても困りませんからね。いや、石掘りやめるか。え、このさ、厳選放送ってさ、石は掘らないもんな。他の配信者さんとか見てて。どうですか？うん。50分で15枚は確かにペース遅い感じはする。うん、ね。人によるかもしれんけど。リメキ。顔見てすぐ帰る。あー、そんな感じなんや。
ゆるゲーセンは顔見てすぐ帰る。そんな感じなんか。なるほど。うん、わかった。それでいくわ。いや、でも書くだけ欲しい。うん。家具だけ欲しい。金鉱石は必ず一発目とかはない。うん、ない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 。うん。ね。家具は欲しいな。ちょっと家具だけ取ろう。家具だけ。なんで、確かに鉱石ポンポンはね、結構時間かかるから、家具だけに減らすわ。さすがにちょっとペース遅い。うん。もうちょっと早めたい。ので。うん。うん。自分のやりたいようにやるけど、ちょっとペースは遅いと今感じたので、家具だけ取るわ。うん。OK。ゴーゴー。ね。なんだ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 。謎の A 文字、A 文字漫画。ちょっと、はい、消しまーす。うん。あれ、なんか俺、今、違う人消しちゃった。大丈夫？大丈夫かな？大丈夫。あー、ごめん、違う！待って。うん。ごめん、ごめん。待って、ごめん。間違えた。待って、今、いつもよくコメントしてくれてるシアンさんを消してしまった。ごめんなさい。今、再表示にしたと思う。ありがとうございます。はい。ごめん。シアンさん、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。いや、ちょ、だって、いや、わかりにくいねんで、コメントのところ、これ。短いコメントやと。左側にコメントが出て、かなり右に、この人って出るから。これ、ね、難しいね。難しいね、これ。エイムが。エイムがね。結構難しいね。ごめんね。いや、でも戻したから大丈夫。多分大丈夫なの。よくコメント してる人、やっぱり覚えてる。いや、それは覚えるよ。当たり前ですよ。あえて読んだりはしないけど。あんまりね、名前呼びすると、内輪感が出ちゃって、初見の人が、ね、言いにくくなったりとかするかなと思って。名前呼びは基本的にはしないんですけど、やっぱりよくコメントしてくれてる人は名前覚えますよ。うん。よっしゃ。ね。スピーカーでプレイされてるんですかって言ってるやつが、毎回大体同じやつっていうのも分かってますよ、ちゃんと。ええ。大体分かってますよ。ええ。ね、ああ。しかもお前も前、まあまあ結構よくコメントしてくれてんのも知ってますよ。はい。だけど、まあ名前は出さない感じです。はい。ええ。あら、綺麗な島。うん。よしっか。ね。よし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 。うん。よっしゃ。あ、化石は掘りたい。あ、おお、よし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 。家具速攻くんのいいね。うん。ねえ。よいしょ。OK。さあ、猫来い。うん。OK。おお、どうもどうもどうも。いらっしゃいませ。カンガルーちゃんや。カンガルーってなんか前回全然合わんかったのに、今回は合うね。アップリキちゃん、どうも。あなたも旅行でこの島へ来たんですね。旅先の出会いは大事にしろって母からずっと言われてるんですよ。新大阪島からはるばるこの島まで。あー、行動力がある方なんですね。憧れちゃいました。もしよかったらこの島に滞在中仲良くしてね。ポンポン。なんか口癖足りんくなったかな、なったんかなって感じするな。ポンって。かわいい。ありがとう、バイバイ。あ、そうか。でも顔見てだけで買えんのか。いや、顔見ただけで買えんのはちょっと味気ないな。それはしたくないな。うん。ねえ。やっぱちょっと、会った住民に一回話して、お名前聞いて、どんな子なんか話してから帰りたいな。なので、家具を拾うのと、なんだ？住民に、人に話すのはやりたい。うん。それはやりたい。ね。あ、ボトルか。まあ、ボトルはもういいわ。ちょっとなんか、うん。諦める、ボトルは。結構ね、レシピいっぱい覚えたから、ボトルは諦めるわ。ボトルは見つけたらでいいや。うん。家具取るために木揺すってる時に、ボトルが目に映ったら、ぐらいで。はい。
ッケー。まあそれぐらいで、うん、行くぜ。マイル旅行券は100枚ぐらいはあるので、まあまあまあできるとは思う。あ、で、化石もね、落ちてたね。もうタランチュラと、うん、タランチュラとももう諦めるかな、今日引いたら。うん、ペンギンさん、え、サブリナさんではない、ないな、ないわ。びっくりした。サブリナさんかと思った、俺の飛び出せ、飛び森での愛人ね。うん、飛び森での愛人かと思った。あー、来た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 。もう家具が速攻来てくれるのは助かるね。うん、あ、そうか、サソリ島か。はいはい、大丈夫。ペンギンも俺サブリナさんぐらいしか知らんからな。なんだあの子。あ、ホッケーくんって言うんや。うーん、ホッケーくんのことさ、あ、ホッケーくんって言うんやって、ちょっとディスってる感じになってしまうね。あ、ホッケーくん、どうもどうも。君も遊びに来てるのか。ぼんやり系を引くな。あ、ホッケーくん、うん、はじめまして、僕ホッケー。君はフルコンくんだね。こんなところでお友達ができるなんて思わなかった。仲良くしてね、サブサブ、サブってさ、サブってそういう意味な、なんかラグビー系の言葉なん、サブって。サブってさ、まあそのなんかさ、ゲイ的なさ雑誌とかで使われるイメージがあって。あ、寒いだけか。あ、なるほどなるほど。南極、ペンギンやから南極系やしね。寒いだけか。あ、びっくりした、びっくりした俺どうしてもちょっと脳みそがそっちに行ってしまうんですよ、うん、脳みそがね。時間帯で同じ性格出やすいって聞いたことあります。あ、そういうのあるんか。ハキハキ系全然出てないもんな。夜やから、もしかして夜やからなの。お出かけしよう。はい、出発、行くぜ。敵購読してた友人がいたバラ族とかですかいや、この話はやめておこう、この辺でやめておこう。うん、ね。ハキハキ系元気良すぎて寝ちゃってる感が。カルテだと思うけどね。うん、14時半から1時間ぐらい人気キャラが出るという都市伝説。いや、もう完全に都市伝説やそれ。あのパチンコやってるおばちゃんと一緒やからね。海物語とかでさ、いや今リーチ来たやろ、でその後何回転後にもう一回リーチ来たやろ、それな、あ、その時ね、この間な、おばちゃんな、あのそのパターンでな、当たってん、絶対やめん方がええと思うでみたいな言うてくるおばちゃんおるからさ、いや、そのパターン、そこのリーチパターン、いや、来てるで、あんた絶対やめとかん方がいいで、でで、全然来んかったら無言、うん、来なかった感じで横向いたらもう無言で自分の台見てるみたいな、ね、お前でも来んかったんやけど、ああ、そう、まあそういうこともあるわなみたいな、ね、大阪のパチンコ屋のおばちゃん、うん、うん、まに、ういね、これか。あ、もう8出たからいいんか。よ、体験談かな、体験談ですね、はい。もうパチンコはやってないねんけど、うん、昔ちょっとやってたので。大阪のおばちゃんね、パチンコでね、ちょっと当たってるとすぐ話しかけてくるから、マジで。すみももちゃんかわいいわね。で、俺アヒル系好きなんよな。なんか俺魔性の女系好きなんかな。なんかアヒルってさ、アヒル口の女の子ってさ、ちょっと魔性感ない。なんていうか、なんて言うやったっけな、猛禽類。あ、猛禽類は、でも猛禽類やからな。まあいいや、可愛い。でも、すみももよ。あ、でも大人系か、しかも。あなたは？フルコンさん、新大阪島から来てるのね。知り合えたんだもの、一緒に楽しんでいきましょうね。
大人女子系か。あ、ミランダさんと一緒ってこと？スミモモね、スミモモさんはミランダさんと一緒系か。あれ俺家具拾ってないよな。あら、スミモモも可愛いな。あれ家具ない場合もある？なんか俺どっか薬忘れてる。でもまあそれを探している時間がもったいないので帰ります。赤もみも可愛いな。アヒル好きやな。今回愛人枠がねこのあつ森の愛人枠モンコさんだよねうーんやな。あ、右下か左下の方。まあまあまあいいわ。あつ森ランキング2位チュンノスケ。チュンノスケって誰？え、おあれ、そんな子ランキングにおったっけ。1位ジャックやろ。え、1位ジャック、2位ジュンで3位ブーケじゃなかったっけ。チュンノスケって誰や嘘ついてないか。あれ、ジャック・ジュン・ブーケじゃなかったっけ人気ランキング違う、ね、あ、個人的か。はい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 、ね、うちはそう、南勢トップ1とワースト1がおるそうそうそう、うん、あ、モニカも人気なんや、あ、サイトによって違うのね。あ、別に公式ではないのね。なるほどなるほど。動画をちょくちょく見てましたが、配信始めて。ありがとうよ。嬉しいぜ。配信見てる人もまた動画も見てやってくれたら嬉しいです。多分明日動画撮るわ。今日来た新住民と、かを娘に見せたいので、明日は多分、あつ森の動画を撮ると思う。ここなんか特殊な形してんね。初めての形かも。へぇ。まあとはいえ普通の島なんだろうけどね。まあ公式は順次付けせえへんわな。そらそうやな、確かにね。あ、ゴミ島、ゴミ島か。はい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 、なるほど、ゴミ輪っか釣れるとこか。ちょっとゴミ釣りたい気もするけど今日はやらない。ゴミ集めちょっとしててんな。あれ、似てる、似てる子がいる。いや、モヘア、一回会わんかったっけな。モヘア、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前はモヘアです。一人旅でここまで来ちゃったので話しかけてくれてとっても嬉しい。あ、私ばっかり喋っちゃった。キャビアと同じやな。お名前教えてくれますか。フルコンさんですね。せっかくこうして会えたんだもの、出会いに感謝いたしましょう。モヘアちゃんよろしく。この普通の子の可愛さは無限大やな。やっぱ普通系性格がジャスティス。うちのキャビア可愛いからな。まあ、うちにはキャビアちゃんがいますから。ね、うちには可愛い王のキャビアちゃんがいますから。普通の子は大丈夫。でもなんかラムネとか来たらちょっと心揺らぎそうやな。あいつ普通なんよな。ラムネ、ラムネ、ラムネ可愛いし普通なんよな。揺れる。てかラムネ来たらまあ連れて帰んねんけどね。あのメンバーに入ってるから。あ、いや、そうや、ラムネはメンバーに入ってるわ普通に。いやー、来たなー。厳選なしでモニカとジュン。いや、それいいな。厳選なしでモニカとジュンはあんた聞きよすぎよ。それはよかったね。超人気じゃん。一回家具置こう。まあでもね、自分の推しが一番ですから。人気だから、なんで分けたんや俺。人気だから好きはね、おかしな話ですから。ベベンじゃないよ。何してんねん。ベベンじゃねえ。よし、OK。ジュンはやめとけ。ジュンも可愛いで。僕はミムカード持ってるんでいつでもジュン呼びますけど。よっしゃ。ベベベベキャンセルすごかったな今の。ベベ
行くぜ。ウィーでお出かけします。マイルール貢献使います。はい、さあちょ猫来い。猫犬も会えへんな。そういや猫犬も来ない。100% 来てからちょっと流れがどんどんそれていってる。まあでもそろそろ来るんじゃない、ね、どこだ。ん、見えない。隠れてるな。恥ずかしがり屋の住民ちゃんめ、どこにいるんだい。あ、なんだあの子、リスか。あ、いやでも来たぞ。あの動物系、動物系って全員動物か動物の森で動物系ってなんなんやん。なんか燃えてんね。姉御肌のリスじゃないこれ。ヒノコさんみたいな感じのキャロライン。まあ私以外にもこの島へ旅行に来られた方がいらっしゃったんですね。あなたに声をかけてもらえてよかったです。私はキャロラインって言うんですよ。あなたの名前は。なるほどフルコンさん。新大阪島からはるばるこの島まで私はこの近くに住んでいる。冒険が好きっていう意味では住んでいるところは遠いですけど、私たち似た者同士かも。 You暑いわ、ひのこさんは暑いよ。おー、キャロライン、これ性格なんや。ん、これ大人かわいいね。バイバーイ、ありがとうよ。キャロラインか、かっこいいな。あ、普通か。はいはい、ちょっと見た目大人やったけど普通なんやね。この間勧誘したキャロライン。ああ、そうなんや。いいわね。行くぞ。お出かけしたい。さあ、行け。頼む。来てくんの。ちょっとなんかここら辺で流れが欲しい。いや、でも今、あのね、リスっていう、まあ、リスと猫似たようなもんやから。うん。リスと猫は紙一重なんで、つまり次猫来る。はい、初見さん今から猫見るか。猫出るからな。猫出るからな。一人称が分かれてるから雰囲気変わるんか。さあ、おっと、カンガルー多いな。あれしかもカンガルーの怖い系か、あれ、カンガルーそんな引く。カンガルーって結構少ないはずなんやけど。ねえ。コアカンガルーかな。イケメンカンガルー。よこのカンガルー会ったことない。カンガルーね。あ、子供がいるからメス。はあ。キッズって言うんや。キッズ、あなたとも初めましたよね。あたしキッズよ。今日はこの島にバカンスに来てるの。新大阪島から来たフルコンさん、よろしくね。あたしたちがここで出会ったのもきっと何かの縁だと思うの。仲良くしてくれると嬉しいわ。ダパンク口癖よダパンクすごいね。あの完全パンクマニュアルとか読んだんやろな、ダパンプもはやダパンプでいいよね。パンク好きやったらキスじゃないじゃん。立ちふさくも、あ確かに。いっさ、いやお前確かに立ちふさぐま、確かに立ちふさぐまやわこれ。キッズくん、キッズちゃんか。入ります。俺の行く末ひそかに暗示するハニー。いやでも俺あれが好きやね。あのダパンプはね、あの俺ね、あのね、ズキューンドキューン、何やった、え、これ合ってるよな。
ズキューンドキューン胸打つ眼差しはかなりってやつ、なんて曲かこれ、調子に乗ってるようだってやつ、あれめっちゃ好きだよな。マジかよマジかよマジだよ、びっくりした俺、胸の隅にあったこう冒険心に一個だけなんかなんとかで気をつけるなんてなんてかもうご機嫌だぜみたいなやつ、ね、じゃあご機嫌だぜ今言うたわこれタイトルあれいいよな、あの曲好きなんよあの曲好きなのよ、うん、曖昧すぎ、いや曖昧曖昧やねんけど、わからんねん、ちゃんと覚えてん、いつの曲よ、聞いてたんで10年以上前やもん、いやちゃんと覚えてないよねえ、あ豚さんやなんだ、あのオットアイの豚、へえ、水星石って呼ぼう、あのぼねえ、ラストリンブルーもいいですよね、うん、 USA もいいですよね、 USA って未だにみんな歌ってるよな、うちの娘未だに歌っとるわ、エビカニクスと USA を踊るのが日課みたいになってる子供、よいしょ、エビカニクスってさ、あれ YouTuber の人が作った曲なの、くっちゃね、くっちゃねってひでえ名前やな君はくっちゃねして太って人間に食べられるんだね、君はフルコンくん、せっかく壊して出会えたんで一緒に楽しもうよ、よろしくね、ぼんやり系か、うん、ほなな、ありがとな、家具も取ったから帰るわな、くっちゃねくん、お腹いっぱい食べていいお肉出すんやぞ、あ、くっちゃね、ショコさんの推し、へえ、あ、そう珍しい、そうなんや、あ、芸人さん、ショコさんの推しか、あ、今んとこスクショしといて送ればよかったな、ショコに、うん、ショコさん豚好きなんや、うん、ショコは豚が好き、メモっとこショコは豚が好き、うん、メモっておきます、ちょっと一回荷物整理するな、だいぶ家具が増えてきた、熊野奈美ちゃん、あ、でもなんか結構持ってない家具拾えるね、うん、やっぱ家具だけは拾いたいな、なんかまだね島開拓放送するときにいろいろ使えるからね、家具があると、 OK、 ピックが好き、そう、いやでもあいつねえ、キラーではデモゴルゴン推しじゃん、デモゴロ推しじゃん、てかデモゴロ本人なのねえ、さあ行きましょうとりあえず、はい、ゴー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 、次行くぜ、貨物に注意、無残の人してる、あの人ゴーは持ってる、何の話や何の話や、うん、0時超えたから乱数変わった、あマジで、いや変わったよ、変わってる、それは変わってる、それはオカルトじゃない、うん、0時でリセットかかりますからこのゲームうん、任天堂の人が言ってた、うん、任天君が言ってた、あつ森ね0時でねリセットかかるから、住民厳選するんだったら0時超えたところで0時で一回見るといいよ、うわーほらでも猫ほら猫かきたよ、ほらね、猫か来ましたよ、うん、流れ変わった完全にね、よ、うん、スポットライトほらね、もらえる家具もいい感じよ、あほぼ猫よ、チョモラン、あいい名前、肉チョモランじゃないですかね、ああエビカニクスの話してた肉チョモランが来ると、おめえもこの島のやつじゃねえんだろ、フルコンってのか覚えとくよ、俺は記憶力はいい方なんだ、偶然出会っちまったりとかあったら俺のことも覚えといてくれ、いやいいじゃないですか、いやもうこれは来たわ、来た、次来るわ、ありがとうチョモラン、お前が流れを変えてくれた、次猫来るわ、よし、いい、
さあ来い。そう、エビもカニも甲殻類です。それです。それが来たので、ああよいしょ、来るぞ。お出かけがしたい。アイルコケを使う。ゴーヌオーヌオー。リーピアさんありがとうございます。私の最推しチョモランに、あ、マジでチョモランにか俺にじゃないんか。僕がいただくって大丈夫ですかありがとう。さあ行くぞ。行くぞ。さあ、ここ大事よ。ここで猫の流れを崩さないこと大事ですからね。ね、ここでゴリラとか来た日にゃー、ちょっと待って、カバカバ、うん、いやー、しかも怖い。お前、いや、お前はちょっと紛れ、なかったことにしませんかね、ゴンダレスさん。ゴンダレスさん、気軽な気持ちでここへ来た見たんだけど、なかなか過ごしやすくていい島じゃねえか。おめえの自己紹介は聞いてなかったな。おめえの島からも飛行機が出てるなんて、意外とメジャーな島なんだな。ギャーダギャーダギャー、田舎者のカバ田舎場、田舎は、いや、いい顔してるけどさ、渋い顔してるけどさ、うん、ねえ、まあ仕方ねえ、帰るか。ああ、脅してくる動物いるんですか。いや、なんかね、脅してくるはいないけど、一応あの、あつ森のてか動物の森の公式で性格の中で、今の下みたいな感じの動物は怖いっていう性格なんですよ。怖くないけどね、怖くないんやけども、一応ね、カタカナで怖いっていう性格の、なんていうの、カテゴリーになってるんですよね。なんでか知らんけど、うん、ね、名古屋を田舎扱いしたので高評価をしておきます。あそうか、ダギャーは名古屋か、全然田舎じゃなかったな、ほんまやわ失礼いたしました、失礼いたしました。でも東京がぶっ潰れたら首都は大阪ですからね。そこは残念ながら譲れませんからね。第二の都市は大阪ですからね。行きまーす。まあ、第三の都市ではあると思うので、っていう話したらまた博多がアップしてくるのかな、ね、さあ札幌もアップしてくるか。そうかあ、京都も来たいろんなところがアップしてくるのか。そうかね、すいません、この話はやめておきますか。もうでも一生できるからね、こんな話だってもうほんま「踊るさんま御殿」とか、月曜から夜更かしはね、あの土地論争で一生こすってるやんね。お、あの京都滋賀闘争とかさ、埼玉、横浜千葉戦争、横浜どこ戦争してるっけ、横浜とどこで戦争してるって言っても、東京は、あ、神戸はあのね、独自性を保ってるから、なんかサソリおる、初めてなんでちょっと撮ってみます。うん、ね、サソリ初めてやから撮ってみるわ。うん、千葉埼玉で横浜がやり合ってんのか。横浜も東京の次であることはさすがに認めてんよな、さすがにな、さすがにな、それはな、まあ、東京に勝てるとはなかなか言われへんもんな、さすがにな、ね、よいしょ。あ、猫来たんちゃん、あ、猫ちゃうわ、カエルやったカエルくんやった、カエルくんやった、うん、かわいいかわいいカエルくんやったね。え、あ、間違えた、ちょっとやばい、あれ、これ死ぬんちゃん、ちょっと待って、俺死ぬ、うん、俺そうや、 お薬で治してない、やっぱ死んだ死んだもう家具出てるし
あかん、ちょっと雑談してると手順がわからなくなる。はい、ね、しゃあ、後ろ姿猫っぽい流れ来てる、それやな。ほら、ま、ちょ、スピーカーでプレイされてるんですかだけコピペすんのやめろ。この他のコメントもしろよ。くそ。ストロー、あ、じゃあストローや、ストローや、ストローや。この子はちょっと、今日見た、今日、あ、なんか最近見たな。フルコンくんだね、お会いできて嬉しいよ。これからよろしくね。僕らの出会いにどんな意味があるのか今はわからないけど。あ、これキザ系か、ストロー。あ、でもキザ系来る流れも来ましたね。ちょっと今まで性格偏ってたけど、今、キザ系が来たので、なんだろう。なんだろう。いろんな性格が来る流れ来た。ね。スピーカーとコントローラーでやってるんです。コントローラーでやってますよ。パパパパッとです。あつ森勢にパパパパッと煽りおもろいな。なんか意味わからない人も多いかもしれないですけど、FPS において、完全にマウスで銃を撃つ方が精度が高いので、コントローラーでやってるぜよ、パパパパッとって言って煽るっていう文化があるんですけど。集まれ動物の森においてパパパパッと煽るのはなかなか面白いですね。それを踏まえた上で、ね、うん、ね、オッケーオッケー。ちょっと、うん、家具が結構なんかいい感じの取れますね。いいですね。うん、ね、いちごキャンプサイトいた、嬉しいな、いいな。ちょっとサソリは置いとこ。よし、じゃあ次行くか。10枚。今で25回行って、猫を1回引いてるので、100% 来てるので、うん。流れは悪くない。で、後ろ姿で猫だと思ってしまう流れも来てるので、そろそろ本物来ます。行こう。行けるぞ。よし、行くぞ。出発だ。行くぞ、猫猫猫猫。ね、パッとやつって煽られたことあるわ、懐かしいね。でもさ、なんか最近そのパッと勢を煽ってはいけないっていう流れもまたあるのが面白いんですよ。あんなスタイリッシュヌーブさんやったっけ、スタイリッシュヌーブさんかなんかが、誰かがなんかのゲームで、あ、パッとふ、何お前、俺、このチームでパッとって言って、配信で言いまくった後、ボッコボコにされて大パンしてるっていう動画が、うん、ツイッターで流れてきて、むちゃくちゃ笑ってもう、それ含めて、スタンドウ大好きになってしまったんですけど、竹島ですね、うん。はい。さあ、来い。なお、抑え、抑えじゃないな。え、なんだ、抑え、なんだ、セーラー服サイ、なんなん、この子。なんなん、この子。よ、あ、抑えや。抑え、セーラー服な。デフォルト服。この子さ、平野家じゃない、平野島にいたよね。セーラー服やったっけ、抑え。姉御系か。そんで、あんたの名前は、フルコンテンだね。ああ、なかなかの冒険家じゃないか。あんたのこと気に入ったよ。短い間だけど仲良してくれ。パネーおさい、パネーな。パネーな、おさい。しかも、セラウク上だけってこれ、いやらしすぎるやろ。それちょっと特殊な、ちょっといやらしいな。うん。あ、でも、口癖が、口癖がちょっと尖ってて、性格が猫なのでまだ流れは途切れてない。うんね、絶対だってあの子さ、猫系か犬系かって言われたら猫系でしょ、性格なので。まだ大丈夫、行こう、帰ろう、次行くぞ。パパパーン、流れは途切れてない、動物が来る流れも途切れてない。うん、最終手段は動物が来ているっていう流れがあるからな。大丈夫、行く、次行こう。
出発だ。いいよ、動物来てるよ。動物の森だからね。動物以外来たらおもろいな、これ。急に無機物とかないの？何だっけ？どこでも一緒みたいに。ロボみたいな。あ、でもさ、ロボットのカエルおるよね。あれは動物なのかっていう。おるよな。ロボットのカエルいたよ。タコロボットや、タコロボット。今誰だ、うわーお、マッスルや。マジか、前もあったな。まあまあ。え、でも、あれはハキハキ系ですよね。あ、ダンベルか。ね。ダンベルか。あ、ガチャや、ガチャ、ガチャ。ガチャね、でもガチャカード持ってんねんな、ガチャ。うん。ダンベルって、ダンベルってハキハキ系かな。カゴ落ちたよ。え、カゴ落ちた。え、どこ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 。俺拾った。あ、もう落ちてるわ。やばい、ちょっともう、盲目のフルコンになりつつある。危ねえ。ダンベルさんは前喋ったんよな。おめえ確認だけど初対面だよな。俺はダンベルってんだ。怖い系か、ダンベル。おめえ聞いてなかったな。新大阪島かがらか。なんでまだそんな遠いところから。ま、人にはそれぞれ事情があるからな。俺は深入りはしねえから安心しな。あー、ゴリラ来たか。いやでも、うちの住民と同じ種族が来る流れ来てるから、うん。ダンベル、貨物に対してのダンベルでしょ。じゃ次そろそろ、ブーケキャビアに対する猫が、来るはず、来るはず。うん。来てる来てる。流れ来てるよ。うん。ね。来てる来てる。来てるわ。うん。ゴリラアクアいっぱいなんだ、残念ながら。行くぞ。お出かけしたい。行くぞ。ゴー。頼む、来てくれ。猫スパチャもいただいてますよ、マジで。結構今日なんか今日ほんま人が見ていただいてて、コメントの流れも早くてスパチャが読み切れてない。うん。ヨヒラさんありがとうございます。猫来ますように、初スパチャありがとうございます。どうもどうも。いや来ますわ、あなたのヨヒラさんのスパチャのおかげで猫が、うん、猫が、なんか羊多いなぁ。羊くん多いなぁ。なんでやろな。でしょ？これどうなんねやろな。いやー、なかなかに重い。うん、重い。しかしマリーちゃん、うん、しかし可愛いので、うん、可愛いので、可愛い流れ来てる。あ、ちょっと待って、ここでちょっと一旦流れ変えるわ。でもよ、マリーちゃん、はじめまして。あなたもよその島から来た人、マリーっていうの。なんだかあなたとは仲良くなれそうだわ。大人系かな、ね。え、でもね、これね、待て。ちょっと待って、あ、ごめん、つついちゃいそう。よっ。流れ変えよう、ここで。ここで、わかった、俺さ、ちょっと可愛い子が、猫が来てくれないの、わかった。目に怪我してるからや。うん。目に怪我してると、来ないパターンのやつや。うん。あるあるある。そうや、忘れてた。うん。うい。よっ。間違えた。うん。うい。よっしゃ。そう。目に怪我をしているから。さあ、行くぞ。行くぞ。オッケー。ぬわー。
パパパーン、顔隠しすぎ。あーなるほどな。いや待て、今、まあ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 、待って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 、ちょっと、うん、これで流れは変わるはずで、これでもあかんかったら、この7枚使い切ってあかんかったら、ちょっと服装変えるという乱数調整もしよう。しかし、いやでもね、これでだいぶ変わったよ。うん、怪我してんの忘れてた、サングラスのせいで。行くぞ、ゴゴ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 ゴ、クマデフさん、流れを変えるスパチャもありがとうございます。オレンジ色のスパチャもいただいたので色も変わりました。あ、これは来る。キャットタワー持っていったらなるほどいやそれはただのオカルトだとえ、キャットタワー持っていくと猫が出る。あ、そんなただのオカルトですよ。意味ないと思いますね。うん、あ、わっ、来た来た、一発で家具引いた。これはいい流れですね。いやもういい流れでしかない、これは。うん、でもキャットタワー持っていくのは無駄だと思います。それはね、あ、猫具さんそれももうオカルトですね、完全に。はい、それはもうオカルトです。はい、あっ、ウサギみたいなもんですよ、これも。ウサギちゃん、猫みたいなもんですよ。ウサギと猫は表裏一体ですからね。ねえマーサさん、かわいい。エンジョイしてる？あんたも別の島から来たんだよね。あたいの名はマーサだよ。あ、ウサギの元気ゲーか。新大阪島のフルコンちゃん、リュウダ。ちょっとの間だけでよろしくねなん。かわいい、マーサ。いや、かわいい。え、めっちゃかわいいねんけど、この子。ねえ、ちょっとだけチューせえへん？一回だけでいいから。ねえ。待って待って。あの、待って。ニコニコエイムが。エイムが悪い。ニコニコエイムが。いや。ちょっとこっち向いてや、もうちょっと真下向いて笑ってや。いや、え、ちょマーサ、マーサ、マーサ、うん、こり、ちょマーサ、マーサ、いやーかわいい名残惜しいが帰ろう。クソ、かわいい。ちょっとだけキスしてもらおうと思ってんけどな。クソ、なんか結構好みのタイプやったわ、マーサちゃん、うん、あー、いやなんかウサギっていいな。ウサギちょっと呼びたい感はあんねんな。一匹な、一人な、住民にな。だけど今日は違うね。今日は猫なんだお出かけしたい。モイナミちゃんさん、ありがとうございます。ラムネ色で乱数調整よいしょ。セクハラで、セクハラでメス出ない、女の子出ない乱数になったんちゃう今ので。どう、チャス男やから。あ、来たわこれ。イチゴも男でしょ。あ、こ来たね。うん、おうおう。だラムネちゃんは残念ながら出ないかもしれないけど、女の子出ない流れ来たかもしれないこれ。うん、来てる来てる来てる。ラムネちゃんは出なくなったけど、それでも、じゃあリスおる。あ、でも可愛い流れ。アラタンタチビチャンネルさん、ありがとうございます。猫濃い。うん、いやでも可愛い流れが来てる。よし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 。で海岸一応まあざっとだけ見て、うん、よっよっ、ララミ、あら、こんなところに人と会うなんて、なんだか運命感じちゃいますね。私の名前ララミ、一人旅でここまで来たのに話しかけてくれてとっても嬉しか。あ、私ばっかり喋っちゃった。これは普通系やな。よかったら名前を。新大阪島から来たフルコンさんですね。こうして会えたんだもの、この出会いに感謝しようと思います。ったらくっそ可愛いんだが、ねえ、ちょっと可愛いね君。え、可愛いな。ほほほほ、なんか俺好みの、ちょっと俺好み方向が結構来てるという事実。可愛いな。いや、いいな動物の森可愛いな動物の森かわいいな。
や来てんな。いやてかなんか割と満足やわ。なんか別にさもう流れとかどうでもよくなってきた。あのみんな可愛いので可愛い動物がたくさん見れて嬉しいそういうそういう気分になってきた俺うんそういう気分になってきた。いいのではという。何でもいいのではという。みんな可愛いんじゃないのかっていう。あ、みんな可愛いから結果いいんじゃんっていうね。ピーヨヨさん、猫猫猫猫さんありがとうございます。タタタン。いやもうみんな可愛い。保つ可愛いやろ。保つのあの性格と恵まれた得体。あんなん神でしかなかろうぞ。さあ来い。保つ違う。保つ運んでいい。てか保つ来たら恐ろしい。あら。ん。あれは何系や。牛系か。牛沢か。牛沢はちょっと流れ悪くなってきたな。ここで牛沢系はまずいな。ちょっと流れ悪いよ。急に悪くなったよ。ダイヤル式電話ありがとうございます。おっと日和さん、いいご縁が来ますようにありがとうございます。どうもどうも。いやここで牛沢系はまずいな。ちょっと話すけど、カルピ、あ、名前はいい。湯気系、焼肉系か。あなたも別の島から遊びに来たの。新大阪島のフルコンちゃんっていうだ。結構遠くから来たんだね。短い間だけでよろしく。この間小野島を思う存分満喫しちゃおう。ダナモ。ダナモ？え、ダナモ？ダモーって言ったんか。ダモーって言ったんか。あ、牛沢系でそういう思ったけど、キツネっていないの？ね。そういやわ。キツネってどうもりっていないんやっけ？ね。カルピンは猫やね。あ、ほんまや。テニスの王子様におけるカルピンは猫で、今来たのはカルピ。あ、常吉か。そうか、常吉一択なんか。キツネは常吉だけなんや。悪徳常吉。まあまあまあ、でもトワコも悪徳やし、いいんちゃう。いいんちゃうの意味がわからんけど。うん。ねえ、はいはい、ちょっと荒らしてません。このさ、誰かが薬物やってるから恋嵐なんか多いよな。なんなんやろなあれ。うん、ブームなんかな、その嵐方。トロさん、あ、ドロさんありがとうございます。ありがとうございます。猫ちゃん来ます、あなたのおかげで。うん、きっと来ます。はいはい。狐っぽい住人はいるんや。なるほどな。したで次だ。うん、さあ行くぞ。いやこれね、カルピからのカルピン、猫、つまり猫、白猫といえばラムネちゃん。ラムネ来るなこれ、うん、ラムネ来んな。そっか、キツネとタヌキはもうそこで枠が取られてんねんな。うん、さあ行くぞ。カルピからのカルピン、ゴー。ミヤさんありがとうございます。キヌちゃんさん、牛沢さんとトワコさんへの謝罪を込めて、そのアイコンガッチマンじゃないの。ありがとうございます。ガッチマンが謝ってんの。いろいろ渋滞してきたけど、まあいいや、ちょっとそれは置いといて行こう。なんだ君は、誰だ。あ、パティちゃんなんかよく会うねんけど君。そんなに俺んちに来たいのか、パティ。なんか3回目とかじゃない？めっちゃ合う気がすんねんけど、パティ。うん。はるばるこの島まで？そんなに遠くの島から旅行に来られたなんて、とっても行動力があるのね。ね、でしゅが。かわいいねんな、パティちゃん。そう、パティちゃんな。まあでも、パティちゃんはよく来るので、あの、流れとは関係ない。うん、関係ない。名前とは。パティちゃんは、うん、パティちゃんは俺に会いたいがためにただ間に挟まってきただけで、流れとは関係ないので、うん、まあ
よし、除外。うん。パティちゃんは、除外。流れとは関係なく来てくれた、可愛い女の子。はい。うん。ほなな。バイバーイ。あ、オオカミも来ないね、そういえばね。モニカとかね。さあ、次だ。初見さんいらっしゃい。いや、やっぱ結構なかなか当たらないもんやね。うん。まあでもだって400近くいる動物たちの中から、そら50回ぐらい引いただけで当たるなんて思っちゃダメだよね、キヌちゃんさん。ありがとう、連続で。センキューガッチマン。ガッチさんがスパチャしてると思うわ。うん、えい、行くぞ。ゴー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 。ん、いけー、ぶわー、てことー。ゆきみきりんさん、猫期間センキュー、頑張ります、頑張ります。うん、よし。ロドリーもありがとうな、毎回毎回飛行機で。もう、あの、無人島から無人島直接行ってくれていいんやで、でっか、え？あ、この子、この子も前会わんかった？あ、ちゃうわ、俺がアミーボカード持ってるだけや。うん。やっほー、ジュリアさん。こんなところで誰かに会うなんて、なんだかテレビドラマみたいね。私はジュリアよ、ジュリア、それはあまりに突然すぎる。なーなーなーな。一緒にこの島を楽しんでいきましょう。やだわね。いいね。キノコさんと同じ性格かな。さあ、今の曲を知っている人は TOKIO ですが、TOKIO ですが、これもジュリア。でもジュリアで、あのね、TOKIO のジュリアを歌うのはまだ若いんですよ。あ、ひのこさんとはちょっと違うか。アラマさん、どうもどうも、サソリ島に勝った、おめでとうございます。あの、ここで TOKIO のジュリアを歌うのは30代、40代になると、チェッカーズのジュリアにハートブレイクっていう曲を歌い出すんです。ハートブレイク、サダデナイで、20代のジュリアはいますか。20代とか10代のジュリアはおるんかな。っていうか、なんか人の名前入れる曲って最近ないよな、あんまりな。猫子、うん、ね、さん、林とか、ありがとうございます。どうぞ。そうそうそう、ね。どっちも歌います。お出かけします。チェッカーズの名曲。いや、俺もチェッカーズで一番ね、あのジュリアにハートブレイクが一番好きかもしれないレベルで好きですね。はい、お母さんが歌ってた。あ、なるほどな。失礼。最高。あ、上にそう、もとも書いてた。そうです、そうです。うん。ね。オタクだったらアイマスのジュリア。あ、アイマスにジュリアってあんねや。そうか、知らんかったわ。まあでもその辺なんかな、若い子のジュリアは。猫住民に会いますように、かなこさん、ありがとうございます。どうもどうも。さあさあ、猫来い、猫猫猫猫。まああと1枚こんかったらちょっと乱数調整するわな、うん、さて、あー、ちょっと有するか、うん、よで、よ、お、いいね。家具を引いていき、んで、ビョン、ビョン。猫みたいなもんです、これはもう。これ猫です。よ、猫。ネルソン。君とは初めてだよね。うん、僕は、鬼滅の島から遊びに来ているネルソン。ね、ネルソン、猫と根が一緒なので、半分猫ですね。素敵な名前ですね。こうして偶然出会えたのは運命かもしれないよ。確かに、確かにっていい名前やな。ネルソン・マンデラ、うん、確かに可愛いな、ネルソンもな。この半分寝てる系の目可愛いよな。いいな、ネルソン。いやでもね、これは
ね、このネルソンですから、うん、来てる、まだ来てるまだ来てる、行くぞ、テケテー。あ、ネルソン結構みんな好きなんやな。うーん、実質ジャックだからよし、行くぞ。行くぞ、うん、さあラスト1枚、うん、これで来なかったらちょっと家帰って服も着替えたりしよう。うん、行くぞ。キャットタワー持っていくか。ちょっといろいろやろう、幸運祈願しよう、一回帰ってね。さあ行くぞ。テケテーン、テケテーンにも覇気がなくなってきた。マイルール貢献全部で何枚あるかな、100枚ぐらいあると思うねんけどね。うん、まだまだできるだけの枚数はある。家帰ってまた見るけど、全然違う、驚くほどに違う。なんだお前誰だお前は、誰だお前でもあのなんかあの のりみたいな眉毛の、のりみたいな眉毛系住民もちょっと今日目覚めたんよな。可愛いんだよな、素朴でね。よーん、いてよ、アンチョビだよ、ちょっとお邪魔してます。君は遊びに来てるだけ、僕と同じだ。ああ仲良くしようね弟子、ぼんやり系かな、うん、ノリよ、かわいいな、ノリ系は太平太がかわいい。あ、太平太ってコアラやんね。うんうんうん、確かコアラやね。はい、職人さんいらっしゃい。えっ、えっ、オッケーオッケー、まあちょっとここで流れ変えよう。でも来た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 、あ、クマ、うん、あ、もう全然住民の感じが覚えられへんな。アンチョビでしょ、うん、ジュリアね、ジュリアにあって、熊の太平太で、うん、みんなさ、結構あれな、キャラの名前もほぼ覚えてんの。あ、ネルスお休み、もちろんもう1時前ですからね、うん、結構なんかすぐみんな名前言ってくんの。2個前に会ったのは誰ですか。ジュリアじゃないの、ジュリア、ジュリア、レイニーとユキミはどっちが良いですか。あー、ユキ、あれ、レイニー好きやねんな、俺結構な。レイニー結構好きなんだよね、俺。見た目。厳選してると覚えてくる。あー、なるほどな。パタヤは鳥やな。はいはいはい。知ってるぞ。全員はさすがに覚えてないけど、なんとなく覚えていくもんか。あー、まあ昔から飛び森や動物の森やってるとさすがに覚えてくるよな。ね、いやでもテテキャンセル、テテキャンセル、おもろいな。よいしょ、 OK、 うん、さあちょっと家具も一旦家に置いて気持ちリフレッシュや。うん、8割は分かるんやな、みんなな。物資が来ている、なんかめっちゃ来てる、ありがとうございます。うん、みんなありがとう、おめすっぱ、どうも。あ、ポケットいっぱいや、ちょっと後でもらうわ、ありがとう。うん、よし、ハッピモリ勢なので意外と覚えてる。ポケキャンで結構覚える。ああ、スマホゲーでな。うん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 。いいね、みんな。ちょっと俺は。いや、化石って収納できんのこれ。あ、収納できんねや。一旦収納しとくか、全部もう。ね。よ、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 よ。まあ、少なくともさ、住んでた住民は全部覚えるもんな。出て行った住民も含めてさ。
うちやったらクリスとかマグロとか、まあある程度やってたら2、30、金鉱石10個も来たんだけど、ありがとうございます。すいませんね、猫のカブ。あ、これいいじゃん。おい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 来たね、いいもの来ましたね。これ待て、来たな。あ、来たわ。うん、これ来る気しかせんくなしてきた。うん、いいの来たね。うん、よし来たね。うさぎ、いや、うさぎ来たらちょっとあのあれやな、あのとっちらかる、散らかるからダメや。服はスモック、いや、ひよこか、ひよこも散らかるな、散らかる、あかん。猫、一番猫っぽいやつ、セーラー服、猫、魚の服着ていって、これで、猫飛びつかせよ、お魚くわえたドラ猫させよ、うん。で、仲間だよ、魚を取ってきたよっていう感じで、近づくと、うんうん。んで、スカートはね、まあ下はデニムのパンツでいいや、普通に可愛く。はい、で、帽子はもう猫のかぶり物で OK で、アクセサリーはいらんかな。なんか猫ひげとかあったらよかったんけどな。まあ、いらんやろ。で、靴とかはもう別に何でもいいよな。OK、じゃあちょっとこれでいこう。あ、長靴を履いた猫。なるほどな。長靴を履いた猫。あ、今長靴履いてたわ。完璧やわ。オッケー。で、んで、あ、魚のポシェット。オッケー。もう完璧。これは、来るしかない。来る予感しかしなくなってきた。ねえ。さらに、手持ちに、猫草って上の方かな。甘える貢献とりあえず、あ、まだまだあるな。全然まだまだあるわ。ラムネちゃんパー、色挟ん、ありがとうございます。で、まあ、猫草どっかあるかな。猫草ってこういうとこじゃないの。まあええわ、行こう手荷物は少ない方がいい。そこはちょっと、普通に効率的に行こう。ね。あざっす。うん。ポスト見て。ほう。レンゲさん、猫草どうぞ。ああ、どうもありがとうございます。うん。軟数調整用にいろいろくれてる。猫ちゃん祈願。うん。うい、んで猫草、よし持っていこう、これ。うん、ねえ、キャットタ、あー、いいですね。猫の月花起きた優秀みんな。うん、待て。うん、んでリンゴのテレビ、あ、これはまあだいぶ前にもらったやつやな。金鉱石、おっと、うん、金鉱石一旦家の前置いとくか。いや、完璧すぎる、これは完璧すぎる。もう猫が来る予感しかしない。うん、完璧すぎる。で、うん、行くぞ。いや、俺もはや俺が新住民、最終的にごまかせるな、これ。娘に猫を引けなかったときに、私が新住民ですって言うっていう最終手段。私が新住民です。KS さん、ありがとうございます。さあ、行くぞ。最終手段をくれた、俺に。みんなが。さあ、行くぞ。出発だ。アイラさん、無事にお迎えできますように、ありがとうございます。どうも。行くぞ。俺たちがガンダムだ。そう、
行くにゃ。パカパーン。いやーちょっと猫の流れ来てほしいな、しかし。なんか、結構ねー、ねー、変わってきてるからね、ちょっと雰囲気が。おっと、犬来た。つまりや。お、ちょっと怖い犬来た。呪われし犬が。あ、スイコさん、ありがとうございます。センキュースーパーチャットで、ね、待って、一番呪われた猫来た。え、ラッキーな、この子。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるの。はじめまして、僕、ラッキー。ラッキーなのにアンラッキーっぽいな。ついてない陽一かな、これ。ラッキーマンに変身できるタイプかな。ねえ。あ、人気あるんや。こんなところでお友達ができるなんて思わなかった。仲良くしてね。らしいよ。来たね。ラッキーくん人気なんやね。なんか、ちょっと怖く感じるんかなって思ったけど。へぇー。いやでも、人気キャラの流れ、および。いや、そもそもね。お前が亀吉さん怖え。見た目ちょっと怖い感じはしたもんね。いやけど、いやそんなことより、あれですよ、名前がラッキーですよ。ねえ。名前がラッキー犬ですよ。つまり、もうそれはもう全ての流れをぶった切って、運がいい。これだわ。来るわ。それ流れとかじゃない。これ流れとかじゃない。ここ、激アツ。あの、海物語でいると今、魚群流れたから。来ます、これは。おい、来い。パカパーン。どこいつのトロの誕生日。あ、5月6日あ、トロって5月6日やったんや。しゃ、行くぞ。さあ、羊だー。ちゃちゃ丸？ちゃちゃ丸じゃん。あ、新住民やんね。ねえ。違う？ちゃちゃ丸やんね。あ、新住民来ましたね。いや、マジか、新住民来んのか、ここで。しかも、ちゃちゃ丸ハキハキ系なんだよな。マジか、ここで新住民来るか。マジか。マジか。マジか。これは。マジか。マジか。ここでちゃちゃ丸くんのか。よう。おっす、お前もよその島から遊びに来たのか。おいらちゃちゃ丸ってんだ。お前は？そうか、新大阪島のフルコンって言うんだな。会えて嬉しいぞ、短い間だけでよろしくな。やーば、マジか、ちゃちゃ丸、これはピエンちゃちゃ丸、迎えてちょっと、妻を呼んできます。娘を起こすわけにいかないので、ちょっと待ってな。寝てました寝てましたが、起こしてきました。ちゃちゃ丸っていう
今期からの新キャラクターで、まあ、非常に人気のキャラクターで、これは迎えるべきではという流れなんですが、うちの娘は喜ぶでしょうか。いいとどうでしょうか。読んだ方がいいかなという気もするんですけど、いいと思う。でしかも元気系やねんけど、キャスと同じ性格やねん。丸で、はい、丸いただきました。はい、丸いただきましたので、ちゃちゃ丸呼ぼうかな。ちょっと流れではなかったんやけど、流れ、この今日の目的ではなかったけれども、さすがに、あ、寝ていいですよ、はい、もう大丈夫です。ちょっとはっていう顔してた。いや、見ててもいいけど別に。ええみたいな顔。いや、っていうか、ちゃうねん、あの、ちゃちゃまるは、あ、熊デフさん、ありがとうございます。どうも。で、ちゃちゃまるは、ね、実は最後まで候補に残っててん。なんかね、あ、ピーヨヨさんもありがとうございます。どうも。あ、KK さんもありがとうございます。ちゃうねん、あのね、もともとね、候補に残ってたね。小早川亀一さんもありがとうございます。そう。いや、人気だからもうあるんだけど、人気っていうよりは、単純に、ちゃちゃまるハキハキ系で、新住民の中で、ちゃちゃまるもいいよねっていう話もしててんけど、どうしようかって話をしてたんですよ、もともとね。実は。それはほんまに。マニマニさん、ありがとうございます。そうなのよ。だから悩んでん。だってここで、たとえ新住民で、人気があろうとも、だってさっきの、何やっけ、鳥のキャラクター人気2位だったんでしょ、何やったっけ、チュンスケやったっけ。あ、萌奈美ちゃんさんもありがとうございます。チュンスケ、人気っていう意味ではチュンスケ2位やったけど、スルーしたでしょ。というわけで、呼ぶか。ねえ。呼ぶか。な。ありがとう、ちゃちゃまる。来てくれてありがとう。ここまで自然たっぷりの島だと材料集めと筋トレが随分はかどりそうだぞ。いやー、ちゃちゃもる迎えるわ。まさきさん、リーピアさん、塩様ありがとうございます。どうも。住んでみたい気もするけど、誰も住んでないからこそこの自然が守られてるんだよな。どこかこのオイラのストイックな望みを叶えてくれそうな島はないもんかな。ふんふん。ね、小早川亀一さんも宮様ありがとうございます。どうも。あとね、まあちょうど時間もっていうのは正直ある。確かに。あのね、それはある。配信的にちょうど時間がいいというのも、それは正直ある。うちの島なんてどう、だこの時間に迎えたっていうのも割と運命なよな。だ正直、なんだろう、これが、あのね、11時前とかに、ちゃちゃまるに出会ってたら、多分、おいでってしてなかったかもしれない。だけど、この時間に出会ったっていうのもまた運命でもあるんですよね。なんで、うちの島なんて、どうかな？この新大阪島だと？お前とはこの島で初めて出会った仲だが、共に試練をくぐり抜けた筋トレ仲間だ。よし、おいら決めた。新大阪島に引っ越して新たな伝説作ってやっぞ。川口さん、ありがとうございます。センキュー、どうも。よく言った。このおいらがライバルと認めたお前と一緒なら絶対毎日楽しくなんぞ。どうやって話を進める？タヌキチさんって人に問い合わせ。これがな、タヌキチに斡旋したというのが。でも俺、タヌキチは好きなんよな。やっぱり俺の中で悪人は常吉だけなんで。みんみんさんもきょんさんもありがとうございます。どうも。ちゃちゃまるってなんか何がトレンドやった、トレンドになってたのは知らんかってんけど。ね。今後住民枠開ける予定あるんでしょうか。まあ、住民が出たいって言い出したら、考えるけど、家族相談会議はあるけど、まあ出ていく可能性は全然ありますよ。いかつよお母さんもありがとうございます。
あ、ピエンだから。なるほど。ピエンだからか。なるほど。それだけか。なるほどな。あ、キヨの影響。そうか、キヨ、すごいもんな。なんでキヨがリトルナイトメアを実況しただけでトレンドになるもんな。キヨの影響力エグいな。あの人、あれはインフルエンサーですね。ね。ほんまにな。チャチャマルとの出会い記念にありがとうございます。えぐいな、ほんまな。いや、もうそう、デトロイドもトレンド入ってたし、ね。影響がえぐい、確かに。あの人は。よっしゃ。よっしゃ、帰るぜ。まあでも、とりあえずね。よっしゃ、オッケー。バンバッバーン、バカバーン。いや、まあキヨはすごいね。まあいいや。えぐいね。ちょっとなんか別世界やね。あの人は。もう多分キヨがうんこするだけでトレンドになるよ。今日1トンうんこしたわってつぶやいたら、多分うんこがトレンドになるわ。ね。まあ、1トンうんこしたら別に誰でもトレンドになる気がするけど。ね。というわけで、よし。よし。ほな。それは別に、誰がしてもトレンドにはなるやろうけどね。すごすぎるので。まあとりあえずそれでは、ちゃちゃまるをお迎えしましたので見に行こうかね。元パッチの家やから向こうやんな。ね、ちょっと行ってみよう。よよ、あー、ご制約になってる。あ、風子いた。ちゃちゃまる様ご新居、新設予定地。いやー、よかったね。いやー、でもちゃちゃまるに出会えたのは、ちゃちゃまるは結局娘が喜んでくれるかどうかなので、おそらく大丈夫だと思います。娘も気になってたキャラクターなので。そして風子よ、星にまつわるレシピをください。何くれるやろ。やったぜ。俺スパチャー読み忘れてないかな。読み忘れてたらごめんね。ありがとね。みんなありがとうございます。お、チョコミントさんもありがとうございます。あ、春魚さん呼んでないかも。春魚さん、京子さん、いかつお母さん、きょんさん、みんみんさん、川口いおりさん、めっちゃ読み忘れてそう俺。チルタリスさん、みやさん、小早川、亀吉さん、塩さん、リーピアさん、まさきさん、あ、この辺から呼んだかな。ありがとうございます皆さん。はい、でレシピはなんだ。宇宙船の壁。なんだこれ。あ、呼んでるとこ見られた。フーコってさ、かわいいよな。かわいいんだけどさ、あの、フーコの眉毛ってなんか繋がってるように見えるよね。なんか、両津勘吉感あるような。大東さん、ありがとうございます。断然フルニキハ、ありがとうございます。フルコンです。どうもどうも。あ、小早川、亀吉さんも、ありがとうございます。どうもどうも。ありがとうございます。何度も。しゃあ。というわけで、ちゃちゃまるが我が島に来たので、次はあれですね、また住民が誰か出ていくことがあれば、住民に会いたい配信をすると思います。アマさん、ありがとうございます。ちゃちゃまるね、よいしょ。次では、あ、ちょっと待って、最後あそこでバイバイしよう。みんな見てくれ、俺の島を。俺の昨日作ったやつ見てない人もおるやろ、ね、昨日作った和風の島見てくれ。和風ゾーン、ここでバイバイしよう。見てくれ、俺のこの昨日作った渾身の和風ゾーン。まあ、まだまだ和風住宅街ゾーンかな、ちょっと散らかっておりますが、ここでバイバイしようか今日はね。ういでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。
お豆腐さんもありがとうございます。 Thank you! バイバイ。